Thank you.
ラゴンクエスト 10TV。 イエーイ、はいはいはい、皆さんこんばんは。こんばんは、バンドでございます。はい、まず MC を務めますね、放送局でもゲーム内でもみんな見えてるかな、うん、今日も楽しんでくれないといいよーなーズーム。はい、ということで MC の田崎です、ね、よろしくお願いします。皆さんのフラットテレビは大丈夫でしょうか。爆発してなかったです。なんでバカってなかったです。あの人まだあんなことやってんだ。どういうこと。久々に会ったけど、はい、まだあんなことやってんだ。違う違う、何やったらテンション上げ上げで上がってるよ。毎回上がってます。需要にお答えしてしょうがなくやってるだけだ。需要があるんだ。ビジネスです。お前今日ちょっとな、怖い怖い、久しぶりに会ったのにちょっとすごくない、ちょっととんでもないよ本当に。はい、そして番組一緒に進めてくださるのはこの方。はい、バファローボール滝岡です、よろしくお願いいたします。さあ、では早速番組を演じてくれるゲストの方々をご紹介してまいります。今日は初心者たちのみんなが来てくれてます。じゃあまず後編から。はい、皆さんこんばん、ファイヤー、ドラゴンクエスト10第6期初心者大使、高野小平です、よろしくお願いします。じゃあ今温存中だから、温存中なの、違う、今温存中、うちのリーダーに恥かかせんなよ。強いメンバー。そんななんかゲスト感あったっけ。まったく畜生。どうだよ、コメントでファイヤーをね、ありがとうございます。こっちの方がよっぽどあれだよね、だってね。そう言われてるけどさ。はい、ファイヤー頑張ってください、はい、よろしくお願いします。そして隣、日高。はい、ここでドラクエ10からプレイヤーの皆さんに、謝罪がございます。出た出た出た、天の日の、イベントの詳細を説明する、うん、ドラキーマのチリンチリン、はい、鳴りやみません。ちょっとうるさい。あれね、すごいんだよ。今月は長かった、5分ぐらい喋ってんじゃねえかってぐらい。すいません、コスプレイベントのずっとなってたんで、ちょっと申し訳ございません。ご迷惑をおかけしました。大学ドラクエ10初心者大使、日高です、よろしくお願いします。迷惑ではない、親切でやってる、優しさなんですけどね、ちょっとだけうるさかった時には。そう、優しさが申し訳ない、はい、ストーリーを進めるのはやめましょ う、その時にね、その日に限って、変な日はね、はい、今日も一応謝罪ネタからね、はい、スタートでございます。ありがとうございます。はい、続いては海野。はい、皆様お久しぶりです、河村美奈です。今日もよろしくお願いします。なんか緊張してます。やだ、かわいい、あざとい。あざとい、いきなりアダフォーイが出ます。今日海の一人でよかったんじゃないの。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、そうでしょ、ちょっと待ってくれ、えそんな、えっ、エラがセンターですからね。今日のロッキーのセンターですから。そうそうそう、うん、センターですから、やっとこの位置にまで来たんです、はい、遅いですよ、気づくの、ね、センターでしょ、センター、センター、センターっぽい顔してる、ね、え、ちょっと待って、あれ、あ、真ん中に寄ってきたはずが、センターっぽい、三沢先生の顔みたい。全然わかんない、センターから、ちょっとセンター変わってもらっていいですか。荷が重い、無理無理無理、まだ荷が重い、やったことない、ね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、では開発陣の方々ご紹介してまいります、はい、ドラゴンクエスト10オンラインプロデューサーの青山浩二さん。はい、ドラゴンクエスト10オンラインプロデューサーの青山でございます。なんか何言おうとしたか忘れちゃったんですけど、ちょっとぶちゃぶちゃしすぎて、ドラゴンクエスト10はもうすぐ10周年ということで、今日はちょっとね、はい、その直前ということでね、10周年に関する話ができればと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。情報たっぷりで、そう、お願いいたします。今日はたっぷりですからね、うん、はい、続いてはドラゴンクエスト10オンラインディレクターの安西高橋さん。はい、皆さんこんにちは、ドラゴンクエスト10ディレクターの安西です。先日ご縁があってですね、 NHK のある番組に出ることがあったんですけれども、安西さん、お車はどちらにお止めになりますかって言われて、あ、すいません、私代々木から歩いていきますっていうふうに言いました、はい、庶民派代表ゲームクリエイター安西です。わざわざ断ってまで、ね、うん、ね、もう一人の方がスーパーカーで登場してましたからね。まんま代々木からだと遠いですよね。まんま遠いですね。私もアンデは全然普通で歩いちゃうね、はいはい、でも今日コメントだと見たぞっていう、うん、ありがとう、録画もしたっていう人もいるし、はい、素晴らしい、桜井さんスポーツカーだったとかね、さすがです、はい、ね、
見てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、うん、このメンバーで本日は安西選手のプチ情報コーナーや、はい、超バトルチャレンジに加えまして、うん、ドラゴンクエスト10オンライン10周年の情報、はい、そして3年ぶりの開催となる夏祭りの情報など、うん、盛りだくさんでお届けしてまいります。お願いします。超バトルチャレンジでは新鋭のトガビットたち8人バトルへ挑戦します。配信 OK サーバー以外からのご参加の方を含む一般の冒険者の皆様とマッチングしバトルに参加させていただきますので、うん、時間帯により同コンテンツをプレイされる際は出演者と共にプレイしその様子を配信させていただく可能性がございます、はい、その点につきましてご了承をお願いいたします、うん、時間はですね大体、21時30分頃から22時頃を予定しております、はい、うん、よろしくお願いいたします。ね、狙っていただいてもいいです。そうそう、逆に一緒に組みたいって人は ね、はい、ね、8人の方で組んでいただければと思います。お願いします。そして今回の放送でもスクエアニックスアカウントとニコニコアカウントを連携して番組を期間内にご視聴いただくとこちらのゲーム内アイテムもらえます。はい、二次連携席10個プレミアムだともらえますよ、ね。はい、この放送は DQ10 ゲーム内のアストルティア放送局でもご覧いただけます、はい、先ほどのニコニコアカウントとは別にアストルティア放送局連携をしていただくとニコニコ生放送で表示されているコメントがアストルティア放送局でも表示されるようになり、うん、チャットの設定で周りと放送局にを使用するとニコニコ生放送のコメントができます。おい、まあ、要はね、ゲームの中でアストルティアで、うん、そうそう、モニターを見て、うん、この番組直接見てコメントすると、あれ、あら、まあ、すごい、ほとんど説明になってなかった。すごい感覚で喋ってたから、ね、通販のおばさんみたいなやつ、まあね、まあ、そういう難しいシステムがね、そうそう、そういうね、ちょっと難しいんだけど ね、すごいお手軽にそうできますのでね、うん、はい、皆さんぜひ参加してみてください、はい、アストルティア放送連携をした状態でアストルティア放送局を視聴しても先ほどのニコ生視聴特典の対象となります。はい、どちらの連携で視聴してもアイテムをもらえますが、ニコ生連携とアストルティア放送局連携は別の機能でございます。過去にニコ生連携をしたことがあるよという方もですね、アストルティア放送局でアイテムをもらいたい場合は改めてアストルティア放送局連携を行う必要がありますのでご注意ください。そしてニコ生では対象が放送翌日までの視聴ですが、アストルティア放送局はリアルタイムでの視聴しかできませんので、そちらもご注意ください。詳しくはですね、配信ページの記載や目覚まし冒険者の広場の記載を確認の上視聴をお願いいたします。まあ、お好きな方法で、楽しんでいただければと思います。はい、実際今アストルティア内で放送局見てコメント打ってるって人じゃ、うん、ノーしてみて ねどのくらいなんだろう。実際ゲーム内で見てる人画面動いてます、大丈夫かな。ゲーム内のチャットでもノってめっちゃなってるじゃん、ね、なってるってことで、あ、ほんとだ、結構見てくれてる、結構いらっしゃいます。すごいよね、すごい、すごい、すごい、ロッキーのみんな改めてすごくない？私たちのこの映像がアストルティア図で流れてるんだよ、うん、そうです、本当ですよ ね、さっきの俺のアップ映ったってことですか。やだやだやだ、相当きついよね。さらっと今日はもうちょっと穏やかにいきます、ね、バチ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 バトルチャレンジ、バトルチャレンジ、ね、そういうバトルチャレンジ、仲いいから、仲いいからね、嬉しい、はい、でもこんな見てくれてます、ありがとうございます、うん、嬉しい、はい、ということでね、この方皆さん楽しんでください。では早速番組進めてまいりましょう。最初はこちら、聞かせてあなたのアストルティア。ラリルレロッキーの3人、浩平、日高、美乃が久しぶりにね、テンティビ来てくれました、はい、最近はどんな風にアストルティアで冒険を楽しんでいるのかじっくり伺ってまいりましょう、うん、じゃあまずは浩平の写真を思い出から見ていきましょう。どうぞ。おう、うわあ、はい、うわ、すごい。ということでね、僕毎月この天の日に配信をしてて、うん、こう天の日ツアーっていうのをやってるんですけど、はい、これ4月の時の写真で、うん、まあ、終わった後に、まあ、ちょうどね、4月いっぱい、はい、まあ仕草書メタキンもらえたじゃないですか、うん、マイプリルフールを皮切りにでもらえて、やっぱトレンドというか、うん、そのツアーの参加者の皆さんの中でもやっぱ流行ってて、うん、でみんなメタキンになったら、これ大きさがね本当にバラバラで金属によって、そう、違うんだよね、そう、同じメタキンなの、ね、で僕レベル上げも好きなんで、うん、メタキンがこういっぱい集まってるのすごい幸せな感じするじゃないですか、見た目だけでも、だからみんなでこうメタキン集まってやって、うん、僕一番後ろの真ん中のあの大きいやつ、あ、一番大きいやつだね、そう、オーガのやっぱでかい、そうです、オーガ男で、うん、かつ一番身長も大きくしてるんで、うん、
一番でかいのが、そう一番で多分手前にいる方とかはプクリポだったりとかして結構バラバラで面白いなと思って、うん、あのこういう写真を撮りました。いいね、なんか正幸の地図だね、うん、そうそうそう、ないんだけどね、まさにね、そうそうそう、そうなんですよ。いいね、日付も入ってて、そうなんですよ、日付機能も使ってこう毎月やってるので、まあ、ぜひね遊びに来ていただければなと思うんですけど、うん、でここでちょっと思ったんですよ。おで次の写真、ここでクイズです。なんだ、はい、これ、うん、ぼかしてるんですけど、はい、どっちかが僕でどっちかが本物のメタキンなんですよ。だから 右と左どっちが本物のメタキンで、どっちかが僕が仕草を使って変身したメタキンなんですよ、はいはい、そうで、これちょっとぼかしてるのは背景とかで、はい、その要は迷宮の足元のあれが映っちゃうと、そうか、センターにおるとかいうのが分かったりとか。でぜひね、視聴者の方もそれ今右か左かこう書いてもらえたらなって。結構分かれてるね。結構分かれてますね。でもやっぱでかいっていうことはね、ちょっと右側のでかい、そう、王がっていうのがね、そうです、そうです、はい、じゃあスタジオにいる、じゃあ出演者で右だと思う人、うん、はい、私右だと思う。あれ、私と竹岡さんと青山さん、はい、あ、じゃあ左だと思う人、左だと思う人、まあ、え、半々じゃん。やべえ、やべえ、楽しい、楽しい、そう、そうなんですよね。右でしょ。でもヒントはないもんね、もうほぼほぼないっすね。ないっす、ないっす、もうほんと、コメントでどっちも倒しちゃえばいいじゃんって言う。いや、なんでだよ、なんでだよ、おかしいだろ。まあ、殴ってみたら分かるんだよ、殴ってみたらね。お前いつからその暴力的になったの経験値のかな、ね、さあ、じゃあ、はい、答えを発表しましょう。次のスライドお願いします、どうぞ。バーンということで、そうなんですよ、左が僕だったんで右はメタキンです。イエーイ、当たった。そうなんですよ、本物でか、はい、一番でかくても本物のメタキンには勝てないんだ。そう、でこんなに差あるんだ。そう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 、で一応解除すると、うん、その大きさがちょっと大きくなる感じがありましたね、うん、はい、そうなんですよ、だから、お、結構割れましたね、正解。ってことは本物の実物大を仕草で再現できる種族はいないってことか。そういうことです、はい、そうなんだ、いないんだ。そういうことなんですよ。そうなんだ。さっきの画像に戻してもらえます、うん、これにするとよくわかるんですけれど、仕草の方が実は輪郭がカクカクなんですよね。あ、本当だ、本当だ、本当だ、丸みが違いますね。最初にテストモデル、あの実はシグさんのメモリーの中でまん丸のこのスライムを作るの非常に難しくて、最初カクカクだったんですけど、いろんな工夫であの本当のメタキに近い見た目にしてくれました。だから安西先生ずっと手を挙げてたんだねみんなが下げた後もずっと上げてたからいや本当に少ないポリゴンでよくこれあの形にしてくれたなって感心しましたね。こうやって並ばなきゃ気づかないですよね。気づかない、カラーだと分かんないよね。確かにそうですね、単独やと絶対分からないことが、並べてみると この辺は、ね、これだと分かりづらいですよね。分かんない、でも言われてみてみると確かにちょっと角度ツヤとかでだいぶ分かりづらくなってるんですよ、はい、本当だ、すごい、ツヤってすごいんだね。言われてみないと、なんかプルプル感が、ね、あるよね、なるほど。でもこれ聞かせて、あなたのアストルティアですかこれいいだろう、だからこれね、いいだろう、確かに違う、コーナー入ってます、第1回公平クイズのコーナーないよそれ続くんだ、勝手にコーナー作るんじゃないよいいですね、そうです、そうです、はい、あ、でもそんなね豆知識というか、でいいこと聞けましたよ、ね、意外に、ね、はい、すごい、今日も割れましたし、ね、はい、ね、いいコーナーでした、いいコーナーになっちゃったよまあでもね、公平いつもね配信、天の日なんてもうどんだけやってる、はい、配信もう56ヶ月連続でやってるんで、すごいね、ずっと毎月やってます、はい、はい、もうそろそろ公式でちょっと公認でなんかやらせてもらえたらゲーム内にプーちゃん、クーちゃん、リポちゃん、コウちゃんでどうするか、可愛さが足らないからダメじゃない、お前おかしいだろ、仲間仲間、いいね、街に立てたとしてもね、やっぱりね、威圧感が大事感がさ、 あ、なんか急にディスられ始めた、せめて同じ画角にねあるよね、うん、ありがとうございます、いつもなんかあれもまだやってんだよね、なんか樽探すやつ、そうですね、光る樽、なんだっけ、光る樽、そうですね、光る樽をこうみんなで取りに行くっていうの、最近ちょっとできてなくて、でも自主的にこう参加されてる方がこう、まあ、有志でやってくれてたりとかもするので、非常にありがたいですね、なるほど、ね、自主的にやってもらえる、自主的にね、はい、ありがとうございます。はい、では続いて日高、あ、はい、私は最近はですね、あのちょっとまあゲーム内で本当うろうろ NPC 回りするだけとかのあるんですけどはい、はい、今日はちょっと3枚持ってきた写真で、はい、あの3大ホニャララな NPC を捉えてきたんですけども、
ちょっとこの1枚でわかるかな。ほにゃらら、はい、どういうことや。この人物は、はい、一応上春向の、はい、椿さんっていう名前の方なんですけど、あの体型もご本人とそっくりだと思う。なんて？でもその名前は関係なくて、はい、ちょっとほにゃららが三大、僕の個人的調べの三大ほにゃらら NPC、で、なんだ。じゃあちょっと次の2枚目の方を見てもらって、はい、この方もですね、その三大 NPC、 この方はバルディスタの、はい、酒場かな、かわいい、ニール・ミゼリちゃんっていう方なんですけど、なるほど、なんや。実はですね、この、この次もあるんですけど、うん、ちょっとその前にじゃあこの何の三大 NPC かっていうと、うん、あの話しかけようとすると椅子に座っちゃうキャラクターの三大 NPC なんですよ。これ今のこの立ち位置でミゼリちゃんに話しかけようと決定ボタンを押すと、うん、隣の椅子に座っちゃいます。なるほど、めちゃめちゃ難易度高いんですよ話す、うんうん、カーソルが椅子にも合う方が多い。結構ほら分かるでしょ見てる方も、うん、これすごい難易度高いんですけど、確かにこの方もこの位置で話しかけると右の座布団に座っちゃう。なるほど、近いか座布団の方が。そうでね、1ちょっと変えてもまた違う座布団がまた。そう、3枚目はもう結構もうこの方だなって分かる方もいると思うんですけど、じゃあ3枚目の方行ってもらっていいですか、うん、この方これメギストリスのホホーレンさんなんですけど、椅子やもうこの距離で話しかけて椅子に座ります、これ話せない状況ですからね、もう面と向かってんのにね。そうで、いろんな角度試したんですけど、うん、この方に話しかけるのは不可能です。だからもう話すを使ってコマンドの、はいはい、話すを選ばないとこの子にはなかなか話せない。もうカーソルでやろうと思ったら無理。そう無理です。え、それ不具合じゃん。そうだって NPC が話せないんだよ。だってこの子に関しては本当椅子に囲まれてるので、はいはい、もう4箇所ぐらい座る候補があるんで、うん、だからちょっとでもサブクエの対象なんですよこれ。えだから話しかけなきゃいけない場面があるので、 はい、はい、それはもう完全に不具合ですよね。話しかけられますって。いやこれやってみてください本当に。全然話せないこれは。キャラクターに敬意を持って話しかけるときは話すコマンドからいくの、わかる？いやいや敬意、話したい気持ちが、話したい気持ちがコマンドになるっていう。なんかそんな、なんか日高が純粋に嫌われてるだけじゃない？あれ、その問題ブロックされてるの？あれ今日全コーナーで揉めるんでもね、これね、面白くて、ええ、メギストリスもそうだよねってコメントが先に来てたの。あ、うん、そうそう、うんうん、この方は多分結構通ってる方多いと思います、うんうん、みんな誠意足りない方がね、そう誠意足りない方が結構いらっしゃる。違う違う違う、でもこの話題だったら昔舞茸話しかけると座布団座っちゃって、うんうん、修正されたんだよね。ありましたね、なんかね。確か。あ、そんなことが。昔、話しかけづらいってなって、なんか修正されたことが確かあったから。毎日のテストやし。そうそう、みんな毎日行ってたから。あったあった。だから、これ下手したらこの3大、何なんちゃら。話しかけると椅子に座っちゃう。修正されるかもね。椅子のね、優先度ってすごい強いんですよ。で、なんで機能を持ってるキャラクターに関しては、これさすがですねんだよね。ということで、舞茸とかはやりましたね。大好きだね。ただこれやりだすとね、ほんと切りない。いや、そこはだから、あの敬意と誠意を持って話しかけてほしいな。なるほど。なおね、ちょっと敬意が足りなかったね。バゲンドも修正されたんだね。そう、大筆家ね。そう、大筆家ね。はいはい、あ、そっかそっか。そうなんですか。本当に話しかけられなかったら不具合報告ください。マジで 100% だったら、はい。てか、そもそもなんで NPC より椅子の優先度がそんなに高いのかが、ね、なんで、確かに。なんですか、椅子にそんなに愛着が。いろいろあるんです。初期の設計でそこはそうなってて、今優先度を変えるとそれこそ話しかけられないとか座れないとかものが出てくるので、そうです。今それを全チェックするのは大事なので、もう10年経ってるんでデータが。なるほどね。なんか簡単なことの、ね、はい、ね、感じはしますけども、すごいんですね。ちょっと油断したらこんなコーナーだったんだ。いや、素敵やなって。お前も大概だよ。なんかね、そういう、なの、ね、真っ正面から行くとかね、え、本当に話したと思います。方法が、そうですね、ね、覚悟、覚悟大いいね。でも2人企画みたいな用意してくれてね。すいません、はい、じゃあ、日高は以上ね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でも日高自分の話でもすごい細かいとこまで何度もやってるからね、ちょっと世界に浸るのが好きなので、結構世界観、だからあの
なんか大きい本とかも読み込んだりとかして、うんはいはい、結構この NPC とこの NPC は普段どういう交流してんのかなみたいなの考えちゃうのが好きなんで、うんうん、ちょっとだからそういう生活に近いものを結構見ちゃうんですよね、はいはい、だって調べれるところ街とかダンジョンとかでも全部調べてるよね、うん、いやそうですね結構話しかけたりね、うん、あそう NPC には基本ストーリー進行の途中でも巡って話しかけたら、いやそれも細かいところであの会話が変わってんすよ、ねうん、本当に作ってる方のなんか愛がすごいから回りがいがあるっていう、うん、いや本当にすごいです、すごいよね、はい、じゃあ続いては海の行きましょうか。はい、私はちょっと特にあの指摘することがなくて申し訳ないなんかあのそういうコーナーなのかな運営に物申すみたいなコーナーなのかなと思ってちょっと私ちょっとあの連絡いただいたのでは最近どうやって遊んでるかって聞いてたんで聞かれてたんですけど大丈夫かなみたいな大丈夫ですかこれ大丈夫ですか、うんはい、私の最近のお気に入りのフィルターというかあの枠、うん、これがすごいお気に入りでちょっと前の写真なんですけど、はい、これあのひまわりの方がお母さんで、うん、お母さんと一緒に撮ってる写真を載せたいなと思ったんですけど、うん、顔出し NG らしいのでひまわりになってもらってキャラでも NG なのね、あでもなんかいいよとは言ってるんですけど、うん、時々恥ずかしいって始めるんでひまわりになっちゃうんです。そう、うん、でも母親が今一番多分家庭内でドラクエを朝6時に起きて、はい、毎日ちゃんと決まった時間やって、うんうん、仕事に行って戻ってきてドラクエやるみたいな、すごいルーティーンが、あの 就業してるんですよアストルティアに。すごなのですごい今いくら持ってるのって言ったら本億って言われて、ママ金作やばない、すごいなと思ってます。すごくゴールド。だって妹さんもね、はい、すごいちゃんとなんかもうすごいなんかやり込んでるんですよ、やり込んで、結構私よりもなんかこうストーリーよりもコツコツなんか一個一個こうそれこそ日高みたいな振り方をするタイプで、私結構ストーリー読むのが好きだから、うんうん、このキャラとこのキャラいいなみたいなことを思ってる時間が多いんですけど、うん、なんか妹と母親は結構なんか金策したりとか、ママの楽しみ方が、うん、キラマラとか金策しようかなって言ったら、今は相場が微妙だから今じゃない方がいいと思う、うん、すごい、そういうことが家庭内でちょっと普通に起きるような感じなので、 お母様は福引きで得等当ててるもんね。あそう、あの、ね、マイタウンがあまりにも整備されすぎて、うん、私自分家に全然帰ってないっていう。え、ママのはい、ママがマイタウン当たって持ってるからってこと、はい、うん、お母さんがマイタウンを当てて特徴 で、うん、でそれで結構ちゃんと整備してるから、うん、なんかもうなんて言うんだろう、利便性がどこよりも高すぎて、そうだよねカスタマイズするとね、そうベッドもあるし、うん、話しかけたいお店とかも全部あるし、そうそうそう、なんかもう自分家に帰る必要性がなくなっちゃって、まあ、そうだよね、なんかでも畑とかそれで忘れて放置してると LINE で畑光ってるよって言われます早く収穫しなさいって、早く収穫して、うん、いいね、言われます。まさに実家だねコメントでもあるけどね実家暮らしみたいな、実家はね、うん、勝手にご飯出てくるみたいな感じの便利さがあって、お母様どのくらい引いたんだろうね、福引き、ね、どれぐらいなんですかね、でも当たったって言ってました、すごい、ね、すごい強運、強運だね、そのお母様がこれひまわりと、うん、はい、ひまわりですはい、いいね、このフレームもいいね、うん、はいね、はい、仲間に、母親仲間に入れてもらおうかな可愛い、はい、次の写真どうぞお願いします、うん、あ、これはとあるシーンで私が一生懸命お金を稼いでるところなんですけど、あのシーンね、はい、お金大好きなんで、いろんな形でお金を稼げるらしいんですけど、うん、なるべくお金の近くにいたいなと思ってずっとここでお金を稼いでました、はいはい、なるほどお金の近くだったら後ろの金庫の方じゃないですか、あれ、あ、そっかそっか、まず入るところはね、入る、まずね、レジですからね、そっかそっか、あ、でもほら、あので祈ってるんですよ、お金が早くいっぱい貯まって、うん、ここで貯めたふんふんゴールが私の自分の口座にも入ってますようにっていう写真です、うんうん、いい、かわいい、はい、でもなんかちょいちょいあのちゃん楽しんでる姿で、あのとことこがね、ナジーンで、そうなんです、ナジーンがあのすごい好きなので、ね、うん、ナジーンが結構最近なんかついてくん変えがちだったんですけど、うんうんうん、ナジーンが出てからはもう一択になってしまって、ずっとナジーンが後ろについてます、かっこいいな、でもすごい、ね、すごい気になるのがこう、うん、な、あのついてくんをつけた状態で走っていると、はい、うん、ついてくんの顔の裏側が見えるからすごい気になるんですよね、くてくてわーってこう迷宮とか走ってると、うん、あの裏側、
本当にあの球体の裏側 の, あのテクスチャ がそうカメラを映しちゃって、はいはいはい、すごいナジーンのどついてくるの青山さん始まったぞ指摘のコーナー青山さん指摘のコーナー始まったぞ中身が見えちゃうでも推しの裏側が見れるなんてドラクエ10だけああむしろそれもご褒美です興奮します嫌だよ中身は一緒に見えなくてあとでもついてくんは未だにルーラーするとね、はい、ついてこない国ついてこない置いてこないそう、ね、置き去りにしてテケ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 スみたいななかなか悲しい、ね、のが見えます、ね、ここら辺安西先生いかがですかやっぱりなんか提案する形なんですね、いかがですか、うん、海野ちゃんの髪の毛のハイポリ感がすごいなと思って、はい、いやそこじゃないですよごまかした先生ごまかしたそこじゃないですよ今、うん、そこじゃないんだよついてくん問題でついてくん問題裏側なんかなかったはいじゃあ次の写真お願いしますはい、はい、これは私の最近のマップでお気に入りの場所でここがすごい好きすぎて、うん、ずっとここをうろうろしていたらなんかあの話が全然進まなくてあのなんかこう進捗報告を家族にしながらストーリーを進めてたんですけど、はいうん、なんでまだそこにいるのみたいな、うん、いや気に入ったマップをうろうろしてたらみたいな感じでちょっといい、ね、いい楽しみ方なるほどストーリー進めるよりかは、はい、バージョン6はなんかこうちょっとマップが綺麗なとこが多いので、うん、てか好みの何こう外装街のデザインなので、はい、なんかすごいうろうろしたりとかしちゃって、うん、アジサイとかいいよねここねはいすごい綺麗遠近感萌えなので、うん、すごいいいと思いますただとあるダンジョンで私3時間迷って本当に大変でしたあれこれまた物も落ちてる違う3時間迷うのは不具合違うんですよでも私の大使 の配信を見ていたことのある人は分かると思うんですけど私多分他の人が迷わないところで迷う人 で、うん、でちょっと誰かに助けてもらおうかと思ったんですけど、うん、なんせそこをやってるのが明け方だったんでちょっと公平に電話しようかなと思ったんですけど日高はほら、ね、奥様がいらっしゃるからかわいそうだから公平とか電話してちょっと起こしてやってもらおうかなと思ったんですけどさすがに大人なんでやめましたその結果3時間3時間でやりましたでも見つけた瞬間の興奮と喜びがすごかったです、うん、ここだーみたいな感じですごい大騒ぎしました、夜に、うん、でも綺麗、はい、このちょっとぼやけてる背景も含めてね、うん、そうカメラの近いところにフォーカス設定がすごい好きなので、うん、なんかいっぱい写真撮ってますすごいカメラ機能なんか存分に使いこなしてる感がやっぱあるよ ね、いやすごい楽しかったですいいねカメラこうやって使うとね公平、うん、とかいつもさ写真撮るのすごい下手だったじゃないいやすごい顔だよアングル的に、ね、そんな現場検証みたいな写真撮ってたいや、はい、でもフレームつけるだけでもうすごいちょっとそれっぽくなるもんね、うんうんうん、あの公平だよね急にこんなギスギスしてる番組だったいやそんなことないけどでも公平の初期の写真昔あのアプリから見れるじゃないですか、うん、鍵かけた写真が、はいはい、みんな公平だけなんか棒立ちなんですよ昔のロックされた始めたばっかりとか人気中の写真も姿がねひどかった私は割とリリーとか結構なんか仕草っぽいことをやってるんですけどだからセンスないよね部屋とかさ、なんかさ金ピカじゃなかった共演 NG でセンスないわそもそもロッキーできになるよこれロッキーできないよ本当にはい、まあ、でもそれぞれのね楽しみ方見せていただきましたはい、ということで以上聞かせてあなたのアストルティアでしたありがとうございましたはい、続いてはこちらのコーナーです安西先生のプチ情報コーナ ー、はい、じゃあ安西先生、最新情報お願いしますはい、今日はですね、6月の新イベントの情報を持ってきました、それでは早速スライドお願いしますプチ情報コーナーイエーイ待ってました隠れスライムフェスティバルはい、ということで今回は6月に開催予定の隠れスライムフェスティバルについてご紹介します神戸、まあみんなこれ大好きですよね参加者と一緒にスライムたちのかくれんぼをするイベントですステージ内に隠されているスライムを見つけて仕草見つけたをするとポイントゲットですハイスコア目指してどんどん頑張りましょうということで今回の隠れスライムフェスティバルは特別版多分一回きり今風車キラキラ風車だった前回のやつはねフラフラキラキラ風車ねこれ前回のやつあこれ前回のか前回の写真今回は違うよ、うんうん、これから紹介します、はい、特別版いきます特別版じゃん
隠れスライムフェスティバルケシケシコラボイベント。どういうこと？ドラゴンクエストケシケシとのコラボになります。日程は6月9日から6月19日。どんな感じかいくよ。はい。まずはドラゴンクエストケシケシ、こちらですね、ドラゴンクエストシリーズでおなじみのキャラクターが可愛らしい消しゴムドラケシになって登場するパズルゲームです。はい、レッツケシケシでしょこれ、ね、意外掛け声があるやつ。はい、まあ、これが、ドラゴンクエスト10に来るとどんな感じになるか、こんな感じです。じゃん、かわいい、かわいい、プルプルしてる。ケシケシの世界からやってきたドラケシを見つけましょう。うん、はい、今回はですね、あのケシケシでおなじみの王子スライムが大会の進行を手伝ってくれます。強いんだよね王子スライム。まあ、初めてね、私ケシケシを見た時からこれめっちゃあの隠れケシケシやりたい、思いまして、実現できて本当に良かったです。じゃあ説明しますね。やばいです、影が。そう、影が細いですからね。かまぼこみたいですね。確かに横一コメントでもあのサーティワンアイスのねスライムコイニアジだっけ、コイニアジみたいな、ね、あれのコラボからまた復帰したっていう人もいますね。すごい可愛かったよね、あのアイスもね。ね、可愛かったし、かまぼこじゃない、飴でもない、聞いてるわけね。金太郎飴。はい、今回のステージはレーンの村になります。はい、すごいね、あの水辺があって、海辺であのリゾート感な感じの、ね、フィールドになってます。しかもね、ここあの高台があったりとか、うん、あのちょっと草むらがあったりとかして、ケシケシにちょうどいいステージなんじゃないかなというふうに思います。角度によってはだいぶ見つけるの難しいですね。真横から見たらね、あれなんかみたいな、ペラペラになるかな、うん、難易度分かってそう、うん、あとあのこうはしごの下とかね、はいはい、いろいろちょこう隠れてるところがたくさんあるところなんで、ぜひ遊んでみてください。はい、こんな感じ。かーい、これが今回の、隠れスライムフェスティバルに登場するドラケシになります。かわいい、どれもかわいいでしょ。かわいいですね。この中で実際のそのケシケシにない消しゴムあるんですけど、どれだと思いますか。消し消しに登場していないスライム。レモンスライムってなくない？ある、レモン、ある、レモン違う、黄色ね、うん、でもなんかドラクエ10のイメージがあります、黄色のスライム、ね、うん、レモンハルトみたいなね、うん、あるけど違う。タワーっていう意見もね、タワー、ね、そう、タワー、タワーです。あ、スライムタワー。実はですね、あのケシケシでもあのスライムタワーは登場予定だったんですよ、うん、でもあれってスリーマッチパズル、あの3つ揃えたら消えるっていう風なゲームじゃないですか。で、このスライムタワーの色違いのあのメタルスライ、うん、メタルブラザーズとか、はい、あれとも最初から3つ並んでるじゃないですか、うん、意味わかんなくね。確かにね。いやいや、でなかなかその隠れ消し消しの、隠れ消し消しじゃない。隠れ消し消しもガタドラ消しのねシステムにちょっとなかなか難しい、仕合わせが悪いということで、スライムタワーの方はボツになったんですよ。うん、ただ隠れスライムの方にはね、まあ、昔からあの、ね、このスライムタワーありますし、うん、見つけるとどんどん上に重なっていくという風な遊びがありますんで、うんうん、ぜひ登場させたいということで。ケシケシチームと相談して新たにデザインしていただきました。これ本当にだから10だけ、わざわざドラクエ10用のちょっと周りに余白があるみたいな感じ、そうそうそう、でいいですね。でも全体的なスライムの形で、うんうん、すごい工夫がされてる。はい、じゃあ皆さん、どんな報酬がもらえるかっていうところなんですけれど、はい、まずこちらトータルポイントの景品がケシケシ印象になります。かわいい、かわいい。読み込み中いつ使うの？ピーンね、ピーン見つかった時の。いつも言うもんね、ここね、はい、さらにこちら、シグシャショドラケシ S。 かわいい、ドラケシャワー、かわいい、ドラケシャワーじゃないよ、ドラケシャワーですね。ドラケシシャワーこれもすごいかわいいんで、ぜひみんなで使ってみてもらえるといいかなと思います。さらにこちら、スライムドラケシの像、スライムタワードラケシの像、キングスライムドラケシの像になります。こちらもあのトータルポイントの景品でもらえますんで、ぜひね何回も遊んでトータルポイント稼いでみてください。これびっくりマーク出てるのは触るとピーンって出る、切り替えられるよ。じゃあこれお家の家具の中とかに隠して、見つけたって言って触るとピーンってなる。すごい、見つけたい、たい、ね、見つけたイベントセルフでできるレベルだよね。はあ、面白い、へえ、面白い。はい、まあ、こんな感じでね、ケシケシとのコラボ
イベントになりますんで、うん、もともとねあのゲームもすごく楽しいゲームになりますんで、うん、ぜひ遊んでみてもらえると嬉しいです。6月何したっけ、戻るよ、9日から6月19日、10日間ね、9から19ぐらい覚えとけって感じなんですが、はい、以上隠れスライムフェスティバルの情報になりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。楽しみ、久々の開催、ね、うん、久しぶりですね。雰囲気がコロッと変わって楽しそう、うんうんうん、初めての人ももしかしたらね、新規の方とかいらっしゃるか、癖になりますからね、これ ね、面白いし、レベルとか関係なくてね、うん、あのみんなと一緒に遊べるんで、うん、ぜひ遊んでみてください、はい、はい、ということで安西先生のプチ情報コーナーでした。ありがとうございました。これさ、タイスでもさ、上手い人と下手な人分かれたよね、確かね、ロッキーでも分かれてましたね、うん、僕らもちょうど人気中にこれイベント、うん、グレンジョーであって、そっかそっか、ロッキーの時か、ゲーム内イベント多分初めてがスライム探しだったので、本当、そうです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 、そうなんですよ、思い出深い、はい、あ、そっか、あ、僕下手でした。ちゃんと、はい、ちゃんと下手でした。運転できたこともありますが、はい、なんだっけ、スライムダークの格好とかしてた時だっけ、あ、はい、それぐらいの時期か、そうですね、卒業そんなスライダークだったんで、スライダーク防具みたいな、ね、そうそうそう、ね、ね、色戦隊ものみたいに、そうそうそう、してたかもね、懐かしい、あれ何年前、もう 4,5 年前ぐらい、そんな前、そうです、スミナも大人になって、そうなんです、私ついに四捨五入すると30歳になります。四捨五入すると、おい、誰の目見て言ってんだそれ、おいおい、煽らないでください、おいおいおい、スマキさんを写してください。誰へのメッセージなのか。四捨五入すると30ってことは、あまりあまりあまり、それは20代ってことですよ。あまり考えない、深くは考えない、ね、普通四捨五入する意味ある。そこにそんな時間通ってるんです。あ、そうです、すいませんでした。はい、で続いてのコーナーいきましょう。続いてはこちら、はい、超バトルチャレンジ。さあ、続いてはバトルチャレンジでございます。今回挑戦してもらうのはこちら、はい、おー、はい、深淵の鏡人たちから援護のルベランギスでございます。援護って読むらしい、正解、援護のルベランギスでございます。では改めまして、新コンテンツ深淵の鏡人たちについて説明をさせていただきます。深淵の鏡人たちは4人パーティーもしくは8人同盟バトルで挑む新しいタイプのバトルコンテンツです。深淵の鏡人たちは聖典区画、聖典社でのクエスト、深淵の鏡人たちをクリアすると挑戦できるようになります。深淵の鏡人たちは4人パーティーか8人パーティー同盟いずれかの構成で挑戦するかを選択していただきます。4人パーティーでバトルするときは紫色の装置から、8人パーティー同盟でパーティー、バトルするときには黄色の装置から挑戦をします。なんか炎の数みたいなのがちゃんと人数分になってるんですね。はい、どちらを選んでも所持しているアイテムを使用できますが、4人パーティーではアイテムの使用できる回数に制限があります。また8人パーティー同盟では職業の制限はありませんが、4人パーティーではパーティー内で同じ職業の被りが参加できないという制限もついております。制限時間は4人パーティーと8人パーティー同盟どちらも10分間、はい、強さについては8人パーティー同盟は強さ1のみ、4人パーティーは1と2が日替わりで変化します。断罪の指輪はさまざまな効果をつけることができる指アクセサリーでミレリーからもらうことができます、うん、見てる方でもう4人で倒したって方います？ねえ、で結構初日に討伐してたり、あと初日あの2位になって、ね、2位になってからね、2位になって24時間ぐらい、ね、かけて倒してる人とかもいたしね、あ、倒した人もちらほら、もっとラクリマ欲しい、それはわかる、ね、あ、4人で行った、すごいすごいな、結構ね、まあ、ちらほらって感じですかね、はい、はい、この断罪の指輪は8人パーティー同盟挑戦でもらえる報酬の強化素材赤のラクリマを使って効果を付与できます、うん、パラメータアップ、特定種族系へのダメージアップ、うん、属性ダメージアップのカテゴリーの中から一つずつ選んで付けたい効果を選ぶことができます、うん、同じカテゴリー効果を重複して付けることはできません、はい、4人パーティーで挑戦した時の報酬援護の果実、こちらを集めると新作の武器や盾、おしゃれ装備と交換できます。
ちょっとね、ルベランギス風な、爪とかね、装備となっております、はい。現在交換できるのは片手剣、短剣、両手杖、斧、爪、ムチ、ブーメラン、盾と、合計8種類となります、というわけで今回挑戦するのは炎王のルベランギス8人バトル。8人、優しいね、テンティービーも丸くなったね。本当に2位やらされる。はい、そうね。いつもだと 4みたいな感じなんだけど。そうなんかね、見せしめに。そうそうそう。キャーって言ってた俺たちは、やられてた、ね。何度やってもダメ。ダメみたいな、ね、優しくなったよね。優しいな。はい、ということでこれから出演者による、トカビトたちへの参加と番組での配信を行います。はい。冒険者の皆さんとパーティー同盟を組んで挑戦します。こちら、あらかじめご了承ください。逆に組みたいという方はね、準備の方お願いいたします。皆さんが頼りですからね。そうですよ、本当ですよ、お願いします、はい。そんなルベランギス8人バトルに挑戦していただくのは浩平、日高、はい、海野、はい、そして竹岡さんの4人が行きましょう。頑張っております。はい、4人はどうですか、自信というか、もう挑みました。もう4人頼みですよ。他の人頼みで、一応僕戦士で行こうと思ってて、はいはい、HP も954まで、おー、あ、それなので一応その一通り当たなワンパン系じゃなければ、うん、まあ、一生懸命避ければまあまあ耐えられる、立ち回れるかなとは思ってます。ありがとうございます。職業、じゃあ公平が戦士です、はい、僕はレンジャーで行きます。いろいろできるんでね。はい、海野が僧侶です。お、僧侶、そして竹岡さんが天地です。天地で、なのでアタッカーがもうね、ワントップですね、はい、ワントップです。だからできるだけね、攻撃色で、はい、ね、あ、そうそうそう、ね、バトマスとかで、ね、いただけると、ちょっとね、希望が、はい、その分こっちは座王色が3色やるかな、天地とレンジャーのね、はい、蘇生は、うん、徹底してサポートするんで、そうそうそう、お願いします、はいはい。それでは皆さん準備の方お願いいたします。その間に今回のチャレンジについてアンケートしてみましょう。アンケートお願いします。はい、いるかな、はい、ベランギスに勝てる勝てない1人バトルでございます。こちらアンケートはね、ニコニコ生放送のみとなってお待ちしておりますので、ご利用ください。時間切れは勝てない、勝てないになりますね。あ、そうか、一番地味でダメやからね。本当あーとか言ってない、ただ時間切るだけ。何を見せられたんだね。いつになったらもう海のもコン持って突っ込んでもらう。わかりました。はい、はい、では結果見ます。結果こちらです。おお、勝てる 82%、まあ、8人ね、同盟そうです、そうです、まあ、そうですよね、我々以外の 4人のね、きっと強い、うん、強い人たちに、うん、はい、こうなりました。ということで、じゃあ準備はみんなできたかな。はい、はい、はい、それでは早速4人のチャレンジ見ていきましょう。炎王のルベランギスと、8人同盟パーティーバトル見てみましょう。はい、行きました。行きます、よろしくお願いします。皆さんお願いします。お願いします。もう開幕新刃橋に行くんで、ありがとうございます。新刃入るんですよ。あ、そうなんだね。戦士が結構活躍できる、大事だね、それね、はい、はい、ね、そう、刃入れてシンクロとかきついもんね。あと俺今回斧でいきます。へぇ、はい、斧戦士ね。そう、あら、戦士ずっと両手剣使ってたけど、行くよ。お願いします。バイ引っ掛けます。兄者さん、兄者さん、ナイスポーズ。兄者さん、あ、これ直線のやつだ、はい、おお、いいね、旅芸の方がいいな。まあ、トークはギスギスだったけどね、私バックに影来てますからね、スムーズにね、魔法使いの方もね、はい、あ、でも魔法使いの方もありがとうございます。食べないで、3エンドまでこのチームワーク、これいいね、離れた方がいいかね。あ、これ離れよう、ちょっといいかね、使っちゃった。よくよく。あ、あら、仲良く二人が。あ、でもナイス必殺。いいね。壁引っ張り切る前にやられた方がいい。もうやられる。そうか。直感してた。でも海も可愛い。可愛いでしょこの衣装。ね、服可愛いの、これ何何の服これ。なんだっけ、なんか梅ネズで染めてるんですよ、ね、今可愛いとかどうでもいいから、相手の攻撃避けてちゃんと関係ないから、あなたたちユカペロしてたじゃないだって、ちゃんと避けてください。可愛いとダメージ出るんですか。違いますよね、違いますよね、はい、大丈夫かな、お、怖え、あれ範囲か、なんかすごいいい感じだね。 あ、ツインボール痛いよね。 ありがとうございます。フォローがナイス、はい、いけますね。この床にね出る
攻撃がね、はい、そうですね、ルブランブスの特徴ですね。これは何種類もありますよね。たくさんありましたから、はい、あ、毒になってる。あ、ブレスだ、ブレスだ、はいはいはい、大丈夫よ。8人だと耐性もね、そこまで。そうですね、そうですね、はい。あ、またツインクローが崩壊が増えた。めっちゃ狙われてる。ずっとやっぱ可愛いから狙われちゃうね、みんな。私取り立ってるからかもしれないです。あ、可愛い。あ、可愛い。あ、可愛い。あ、なやだ、可愛い。あ、やべ。サークル。あ、はい、サークル。焼けて。危ねえ。オッケーオッケーオッケー。なんかちょっとフェスタインフェルノッターって楽しいですよね。8人いいですね。ね。カカロン。あー、消えた。はーい。君の狙われるね。めっちゃ狙われてるやん。あれですね、うん、飼い主だと思ってるのかな。飼い主には優しくしてほしいんですけど。やばい、まだ白いですから。ちょっと陣切れそうなんで無理やり低め、うん、はい。え、オンもオノセンス結構攻撃強いの？あ、どう、強いと思います。多分8人だったら全然新キャラが入るんで、ね、いいかなと思います。もちろん武闘家とかバトマスとか、うんうん、あの辺が多かった印象ありますけど、まあ、でも安全だよね、新アイも入るんだからね、はい、そうなんですよ。あ、これも、うん、でもこれ範囲外からだったら逆にもう攻撃し放題という、うんうんうん、安定してるよね。いい感じ、いい感じ、よ、素晴らしい。私青黄色の中、あ、いいね、なんか余裕だ ね、 これ7分、マジで早いですね。ご一緒してる方々たち、ありがたい、素晴らしい。しかもワントップじゃない俺の。バトマスでさ、なんか誰かメンドリーを、あ、確かにね、そういうのないんだ。あ、ないっす。全員が、日高と公平の2人じゃん。そうそうそう、ずっと張り付いてる。そうそう、ずっと俺たち、ずっと俺たち壁白 ね、 ね、で、海野が狙われて、はい、狙われてる。あ、また、さすが、うわぁ、はい、一定してんな、ね、あれ、俺入ったかみたい。あ、ね、日高さん、すいません、大丈夫、大丈夫よ、大丈夫よ、あ、オイラやね。ちょっと、早すぎるから、早すぎるっていうのもだから。でも私ルブランギスが面白いなと思ったのが、安西さん、なんか最近になってバードシュートが注目されてるのがすごい面白くて、なんかすごく遠くから打てるのと、あのモーションがすごく短いから突破をつけてバードシュートを打つとすごくいいダメージ出るらしくて、ここに来てバードシュートを結構見るらしくて、そういうの面白いですよね。遊び人とかも使われてるみたいですね。え、そうなんだ、はい、輝く技とか職が出てくるのが面白いですよ ね、 ね。あと戦士って本当エンドコンテンツいけなかったイメージがあるんで、うん、すごい嬉しいです、はい、あっちに行って、赤いんだけど、赤いね、赤くなった、かなりいいんじゃない。こっからこれ確定、ちょっとね、攻撃が強いのがね、来るからね、ルーティーンがあるんで。あ、でもあっちも、あっちも、あ、もう殴らなかったか、まあまあまあ、あ、これ行ったのね。あ、あ、分散来てます。そう、ルベランギスのモーニングルーティンなんで。モーニングルーティン、そうそうそう、起きた直後レッドルーティン。あ、でももう赤い、ナイトルーティンですね。あ、そうか。ジャッジメント、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 ダメだ、ダメだ、これ。あと新アイが入った、おー、いいね。やっぱ海の狙われまくってる、ね、狙われてます。乗っててよかった、天使。ちょっとコメントでルベランギス頑張れってコメント。おかしいだろ、おかしいだろ、おかしいだろ、私たちのこと応援してください。おかしいだろ。でもいいね、なんかそれぞれがそれぞれの活躍してて、あー、またサークルが、あー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 、ポップいる方がね、逆にね。竹若さん、ひたすらちゃんと活躍してる。地味に、地味にちゃんと活躍してる。はい、あー、でも食らった。光るものですね。あ、8問、8問。8問、危ねえ。危ない。ありがとう、大丈夫。ジャミラスじゃない。ジャミラスじゃない。ジャミラスじゃない。分散からの音しかあれだった気がする。ジャッジメント。固定なの。多分。あ、でも、あ、来た、あ、ジャスタルが、綺麗、綺麗、綺麗、行きますか、まだ行った、もうちょっと行った、まだ4分だから、まだ余裕ある、余裕ある、あ、あ、これちょっとここ3人やられた、あ、うん、まとめて入っちゃった、はい、でも、竹下がりできてるから、うんうん、全然、ありがとう、カカロン来てくれた、カカロン、うん、頑張って、カカロン、あ、危ないよ、危ないよ、危ない、危ない、危ない、なんかでも公平すごい頼もしいね。だってバトルコンテンツもめっちゃやってるもんね。そうですね。あら、食らっちゃった。褒められたら食らっちゃった。慣れてないから、そういうの。本当に。メンタルが当たっちゃった。褒めるとすぐこれだから、本当に。びっくりしちゃった今。
あ、でも壁に慣れてる。あ、ダメだ。あ、でもこの床はこれ乗っちゃう。ギリギリ大丈夫。ギリギリ大丈夫。ギリギリ。ミサさん。ミサさん。いいな。なるほど。海のまた。あ、海のちゃんも生まれて。海のさんがよ。やっぱ後半ちょっとね、ヒヤッとするよね。ナイス。ナイス。あー、赤になってからが、あ、ね、2人、コウヘイが寝てる、あ、寝てるわけじゃなくてやられちゃってるんですよ、これ。オッケー、ありがとうございます。よし、いいよ、あとちょっとだよ。あとちょっと、ね、頑張れー。ちょうどいい楽しさね、なんかね。残り3分、うん、いけるいけるいける。あー、危ない。あー、怖い。竹岡さんが足踏んでる。オッケー、来た。見事と、すごい、やりまーす。やりまーす。余裕余裕余裕ねえ、ね、全員まさかの2人だったけど、ね、取りながらだったけどね、押してくれてましたけど、やったー。ねえ、ちょっと感想伺いましょうか。コウヘイどうでした？いやー、嬉しいですね。なんか、うん、その実際のなんかさっきまでのねトークのギスギス感を払拭して、このチームワークよくどうなるかと思いきや、そうそうそう、あと一緒に入ってくれた方もそのタゲ下がりをこう上手にしてくれてたので、ね、はい、それでもうすごい助かりましたね、はい、ありがとうございます。開幕仲良く一緒にパタってね、日高と一緒に倒れました。HP リンクしてないのに。日高どうでした？いや、もう本当にあの楽しい。やっぱり8人のわちゃわちゃはいいです ね、 ね、だいぶ責任も紛れてくれて、はいはい、ね、うやむやになったまま1個2個のミスはね、はい、うん、でもこんなに早く倒せるんですね、うん、もっとなんかギリギリの経験しかしてなかったから、はいはい、すごい組み合わせ次第であの全然難易度も変わんだなと、うん、ぜひ4人でも挑戦して。あ、そうですね、4人でもね、4人もやってみたい。いろんな職でも ね、まだね変わってきますもんね、うん、はい、はい、海菜どうでしたか？はい、すごい楽しかったです。なんかみんなでワイワイやれるのが好きなので、うん、すごい楽しくやれました。でもなんか4を夜中に近づいていったら結構真面目な相談をしている人たちに遭遇してしまって、ちょっと頑張って装備を更新して4にもいけるように頑張って自分のキャラクターも育てていきたいなと思いました。いずれね、はい、いずれ、うん、はい、ということで皆さんもぜひ4人パーティー、はい、そして強さ2、そして8人パーティー同盟の、方もですね、ぜひ挑戦してみてください。以上、超バトルチャレンジでした。ありがとうございました。はい、続いてのコーナーはこちら。もうすぐ10周年ちょい出し情報コーナ ー、 おー、待ってました。さあさあ、今年はね、ドラゴンクエスト1010周年ということでですね、10周年に向けてちょっとだけ情報を青山さんからご紹介お願いします。はい、はい、それではスライドをお願いします。はい、はい、ドラゴンクエスト10オンラインはですね、2022年、今年ですね、8月2日で10周年を迎えます。はい、10周年を記念しまして、ゲーム内外で盛り上がっていきたいと思います。はい、次回の放送とか、ドラゴンクエストで夏祭り2022などでさらに紹介していきますけれども、今日の放送で10周年に関する情報をちょっとだけご紹介します。お願いします。まずはですね、ロゴはこんな感じです。どうぞ。はい、かっこいい、かっこいい。はい、王冠をかぶっているスライムが今回のお祝いのキャラクターのテンスライムくんです。はい、いいでしょ。うん、なんかお祝い感ありますね。ね、金ピカで、金ピカで、銃、うん、と銃がね、ね、ね、そうなんですよ。苦労して、かっこいい。はい、これで今回はこれでいきたいと思います。うん、はい、そしてですね、10周年に先駆けまして開発チームからお祝いのアートが届いております。どうぞ。はい、よーい、すごい。ドット絵の、ドット絵の、だ。そうですね、これまでの10周年の冒険で出会ったキャラクターたちのドット絵の集合イラストになります。うわ、私も右にいる。どれで、どれのこと、あの手、でっかい手でっかい手じゃないよ。でっかい手じゃねえよ。真っ暗ってでっかい手、そこの右じゃねえよ、右じゃねえよ。そうですね、これを使ってウェブページとかグッズを制作して盛り上げていきたいと思っています。フランドさん、こだわったところとかありますか？そうですね、右下の あの手がなかったんですけれど、うん、はい、やっぱり、ね、ファーストから出ている大事な
役どころなのでぜひ入れてくださいという感じでいい感じで入れてもらいました。手の近くにはネルゲルさん、ね、あ、こっそりネルゲルが隠れてるヤシの下、こっそり隠れてます、はい、こっそりですね。すごい、なんか1とかも考えたら楽しそうですね。はい、そうです、はい、そうですね、ぜひ楽しんでください。でこれ以外にも、お祝いアートを用意しているので、それはまた後日公開したいと思います。うん、はい、続きまして10周年イベント期間についてお話をいたします。はい、お願いします。はい、ドラゴンクエスト10ではですね、記念日である8月2日を含みまして、バージョン 6.2 とその次のバージョン 6.3 を10周年期間と位置づけていて、まあ、約半年ですね、盛り上げていきたいと思います。うん、期間中いろんな催しが展開してきますので、ゲーム内外の両方で多数のイベントを実施していきます。楽しみにしていてください。はい、バージョン 6.2 の、リリース日に関しては後日ご連絡します。はい、はい、たっぷり、はい、続きまして、ゲーム内の10周年イベントについてです。ゲーム内、はい、次のページお願いします。はい、ちょっと、いきなり次回発表提案ですが、はい、ちょっとでも見たかったでしょう。いや、見たいきなりこれで終わっちゃうとね、はい、なんで出したのみたいなちょっとでいいんで、じゃあ1枚だけ持ってきたのを出させてもらいますね。じゃあどうぞ。はい、ブスちゃん、これ今言えることありますか、安西さん。そうですね、こんなイベントあるよとか、こんなプレゼントがあるよみたいな、次回の情報コーナーとかでお話したいなと思いますが、こちらが、前にちょろっと話したかな、10周年記念クエストと呼んでいる、特別なクエストをバージョン 6.2 で公開する予定です。その時に皆さんおなじみのこのキャラクターとかあのキャラクターとかたくさん出てくるんで、まあ、もちろん声もつきますんで、はい、ね、はい、オールスターでどんな声なんだろう、ね、プスゴンの声とかでも最高でしたね。プスゴンの声ってついたこと今までないよね。ないですね、はい、ないわ。そういう人たちがいっぱい出てくるんで、本当に楽しみにしてもらえるといいかなと思います。コメントでもいっぱい来てますけど、胸元にキーエンブレムついてます。キーエンブレムついてないよ ね、他のキーエンブレムに関わる、うん、ね、ありそ ありそう。声もね、それぞれ見てみたい。じゃあ、はい、これは楽しみにお待ちください。こんな感じで本当に10周年を記念したいろんなね、催し予定してますんで楽しみにしてください。若本さんじゃない若本さんだってすごいですね何でもかんでもなっちゃう。はい、では続きまして、ゲーム外の方のですね、10周年イベントについても、はい、次のページお願いします。あ、はい、お願いします。ゲーム外の10周年イベントについてもご連絡します。はい、続きお願いします。まあ、先日、ね、発表した夏祭りはもちろんやるんですけども、はい、それにそれとは別にですね、先駆けて準備が始まっているものがありますのでご紹介します。みんなで作るドラゴンクエスト展覧会、こちらの前回と少し前に実施しまして好評だったんですけれども、これを再び 10周年に合わせて実施したいと思います。このイベントはですね、冒険者の皆様からイラスト、創作物、ゲーム内写真を募集してサイトで紹介させていただくというものです。うんうん、以前開催した時にはですね、創作物にはぬいぐるみとか、うん、アクセサリーとか編み物とか、料理、コスプレ、衣装と、まあ、みんな素晴らしいものが結構揃ってたんですけれども、はい、これね、今ちょっとこの記事でね、最近見直したんですけど、やっぱすごいなと思うので、今でも見れますんでね、またもしご覧になってない方とか、久しぶりにご覧になって方はぜひご覧ください。いろんなもん、それを見ていただくと分かるんですけど、何でもいいというか、いろんなもんが、募集いただけるので、ぜひ作品を応募していただきたいと思います。自由にやっていただきたいですね。はい、で募集開始なんですけど、本日から今日から開始いたします。はい、詳しくは目覚めし冒険者の広場に掲載しますので、募集要項をご確認上でご応募ください。うん、期間は長めに取っているつもりなので、今から作品を作っていただくのでも多分大丈夫だと思いますので、うんうんうん、ぜひご参加ください。すごい、コメントでも応募して載せていただきましたって方もいた。ね、すごい、ありがとうございます。ね、なんか見てるとすごい幸せな気持ちになるんだよ ね、みんなの天愛を感じれて。ね、またなんか絵だけとかよくあるけど、こう何でもいいっていうのもまたいいですよ ね、好きなことをね、自分の形で、みんなの、なことを、はい、ぜひ、はい、ぜひ考えて検討ください、お願いします。はい、あとですね、あと番組この後紹介して後半で紹介しますけれども、ドラゴンクエスト10夏祭り2002の
2022の開催だったりですね、詳細については後日お知らせします。詳細は後日お知らせしますが、はい、目覚めし冒険者の広場で10周年を記念した写真コンテストの開催も予定してますので、ゲーム外のイベントについてもいろいろありますので楽しみにしていてください。はい、うん、はい、一旦私からは以上。はい、ありがとうございます。皆さんぜひ参加してみてください。はい、では続きまして10周年を記念して発売する新作グッズをいくつか紹介してまいります。お願いします。はい、そしてこの後すぐに予約開始いたしますので、気になる方はねチェックの方よろしくお願いします。はい、こちらはすべて8月2日の記念日当日にお手元にお届けいたします。では紹介していきましょう。いいね、コメントでも来た来た、これ欲しいって、うん、はい、来てますよ。早くないでも早い、うん、見てないけど。はい、じゃあ1つ目はこちら、うん、ドラゴンクエスト10オンラインの歴代パッケージイラストがアクリルアートブロックになって登場。アクリルアートブロック、はい、これ自立するので、一人でこう立ちますので、うん、デスクに飾ったりイラストを眺めて冒険を振り返るのもいいかもしれません。ぜひ1から6までを並べてみるのもいいかもしれません。各種4400円税込みで販売されます。うん、こちらは各バージョンごとの単品販売となります。セット売りはございませんのでご了承ください。2つ目はこちら、ゲーミングマウスパッド。10周年記念イラストのドットキャラクターズ版と、先ほど見たやつですね、ドットキャラクターズ版と10周年ロゴや、スライムなどがクールにあしらわれたモノグラム版の全2種類が販売されます。かっこいいじゃない。横70センチ縦30センチと超ビッグサイズとなっております。こちらね、広く使えますので、ゲームプレイやデスクワークなどでもぜひご利用ください。各種3300円税込みで販売されます。うん、3つ目はこちら、テンスライムのぬいぐるみが爆誕しました。かわいい、王冠つけてる。 M サイズで両手の上に乗る大きさとなっています。背中にはドラゴンクエスト10周年のロゴを刺繍しています。そして購入特典といたしまして、ゲーム内の家具で使える可愛いテンスライムのぬいぐるみのアイテムコードもついてきます。ぜひお部屋に飾って10周年をお祝いしてください。ね、ゲーム内外でね飾っていただけたらと思います。両方いけますから ね販売価格は2200円税込みとなっております。はい、4つ目はこちら、可愛いドットキャラたちがメモリアルプレートになって登場。すごい。種類はバージョン1から3、そしてバージョン4から6のキャラで分かれた全2種類となっております。各種3300円税込みとなります。すごい。これでも悩むね、両方欲しいね。並べたいですね、横にこう皿立てみたいに立てて、ね、並びたい。でもアンルシアは1から3にいるしなとかね。右の方は一応ユーライザが真ん中なのか。あ、本当だ。ちゃうね、あとバレリアかな、かな、下がね、下口のところがね、あ、いいね、こういう時計も欲しいみたいなのあるね。あ、なるほど、時計欲しい、商材です。なるほど、いいね、確かに。はい、でもこれ豪華でね、結構大きめの、お皿になっております。直径23センチなんでかなり大きいお皿ですね。はい、メイン料理やパスタ皿なんかでも使いやすくなっておりますので、うん、まあ、大皿ですね。はい、こちらもね、各種3300円税込みとなっております。はい、5つ目はこちら、メモリアルマフラータオルになります。かっこいい。日常使いにもゲームのお供にも大活躍のアイテムです。うん、価格は2750円税別となります。いいね、これフェスティバル、うん、夏にぴったり、かっこいいね、普通にね、うん、フェスのなんか音楽のフェスのタオル、ね、確かに、こう振ってるやつみたいな、振るやつみたいなね、うん、かっこいい。はい、そして6つ目はタオルと同じデザインのメモリアル T シャツ。2022年と書かれているところには可愛いスライムのシルエットが潜んでいます。サイズは M、L、XL を展開となっています。肩幅と身幅が大きめのリラックス感あるビッグシルエット仕様なので、ゆったりと着ることができます。こちらも価格は3300円税込みとなっています。かっこいいね。うん、パンティーっぽくていいですね。ね、パンダ T シャツいいですよね。イベント感が、お祭り感があってね。そしてそしてまだあるんです。7つ目にもスペシャルな T シャツがもう1枚 T シャツ、お待たせいたしました。皆さんが待望でありました10周年記念、なんだ、安西先生用の水分補給 T シャツが誕生いたします。すごい、
お待望だこれは。待望だ。待望だ。このシリーズといいますか、ね、このパターン ね, ね。しばらく出てなかったね。久々。久しぶりね。はい、久しぶり。ふざけたシリーズ久しぶりだね。まあ、夏だしね。ね。いやいやいや。ぴったりですね。確かに。乗っかっちゃうか。これよく海外とかでちょっとね、そうそう、間違った感じで売っちゃってる T シャツだよ。意味わかってんの。全然普段使いできますよ、これ。うん、できる、うん、これはできるじゃないですかね。できるかな、これ。うん、まあ、できるね。うん。うん、水分補給、はい。今日もね、水分ね、たっぷりとっています、安西さん。重要、重要。はい、熱中症対策とかやって。しかもなんかちゃんとスタンプ、ね、スタンプも押してるね。ね、なんか右下に。いい、何のスタンプなんだろう。ハンコが。なんかね。ねえ、なんかハンコが。ハンコ、ハンコすごい可愛いのこれ。何のがハンコなのこれ。よく見ればわかる。何のハンコかよく見ればわかる。安。安西？え、何？何？え、何？答えは言わないよ。なんで？え、何？何？何？言ってよ。言ってよ。言ってよ。え、何のスタンプなのこれ。わかんない。安西先生教えてくださいよ。はい。見ればわかるじゃないですか。え、知らないな、これ安西先生。知らないんですよ、絶対。どう見ても安の字でしょ、これ。あ、やっぱそうだよね。安西ね。なるほど。安西印もついてるというね。はい、ね、はい、ことになっております。はい、はい、こちらですね、ぜひぜひ、お求めください。こちらもサイズは M から XL までご用意しております。価格は2750円、税込みとなります。はい、そしてですね、コメントでもね、これね、買えるの、いつ買うの、買いたいってコメントいっぱいいただいておりますが、うん、本日ご紹介した10周年記念グッズは、この後ご紹介するドラゴンクエスト10夏祭りの会場にて、先行販売することが決定いたしました。素晴らしい。特別感があるよね、うん、はい、先ほどご紹介した海のも言ってたけどね、 T シャツやタオルなどはね、はい、ぜひ会場で来てくれたりしたら、あ、いいな、嬉しいし盛り上がるんじゃないかな、すぐ使ってもらったらね、夏だし水分補給もいいんじゃないですか。確かに。はい、皆さんぜひこちらチェックしてください。そしてですね、10周年を記念した夏祭りのパンフレットも、制作中でございます。はい、こちら夏祭り会場で販売予定ですので楽しみにお待ちください。はい、たっぷりありましたね。パンフレットって私好きなんだよね。わかる。記念に残るし、映画とかでも絶対買いたいタイプだから。内容もね、いろいろね、これ絶対欲しい。はい、この他にもまだまだスペシャルなアイテムご用意されているということなので、今後の発表を皆様楽しみにお待ちください。ただいまご紹介したアイテムは、本日よりスクエアニックスeストアにてご予約の受付を開始いたします。回線が混み合っても順次対応いたしますので、繋がらない場合時間を空けてご確認ください。同様のご案内は目覚めし冒険者の広場にも掲載します。はい、また本日ご紹介したアイテムの商品画像は制作中のものとなっております。実際の商品とは異なる可能性もございます。その点ご了承ください。はい、発売日以降各オフィシャルショップでの販売も予定しています。販売ページにて商品の詳細、各種注意事項をご確認の上ご予約の方お願いいたします。はい、ということでいろいろなグッズ、ご紹介しましたが、はい、ちょっと実物をね見ていきましょうか。見ていきましょう。はい、まあ、ちょっと制作途中ですけれどもね。はい、まずはこちらですね。はい、ブロックカラー、かっこいいな。ね、わかるかな、横ちょっと、ね、ちょっとこう、そうそうそう、ちょっとこう、ね、横図とかやるとちょっとね、はいはい、なんていうの、透けてるっていうの、なんていうの、ね、クリスタルみたいなね、立体的に、あとね、これはすごいのが、あのパッケージではタイトルで被ってた見えなかった上の方が結構くっきり見えるんですよ。ね、一枚絵になって、そうそうそう、こういうことやったんだっていうのがね、入れます。じゃあちょっと公平の持ってるバージョン2、はい、バージョン2ですね。これバージョン2上の方こんななってるの知らなかったよ ね。ロゴがある場所だ。そう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 、こんな下の方ばっかり見てしまう。そう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 、ねえ、パッケージによっては両脇をちょっとカットしてあったりとかそういうこともあるからね、うん、これ完全版で見れるのはすごくいいなって感じ。かっこいい。さあ、これがバージョン3、バージョン3、背景もねこんな感じでがっつりと入れております、はい、そしてこちらがバージョン4、これも上の方切れるとか ね、かわいい。オリオンとか、オリオンじゃない、あ、オリオンじゃないや、オリオンじゃない。早かった。まだない。パドレア邸とかね、そう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 、そういい。これがバージョン5ですね。国連からはだいたいロゴ隠れても全部見れる感じかな。キルルいるのよかったね、バージョン4ね、あ、キンベルだ、はい、そして6がこちら、はい、ここら辺はね、もう
上で隠れることないですけど、結構画角とかがねやっぱりオリジナルというかね、かっこいいね、こうなってうまいことね、まとめてある、そうだい、ユーライさんのこの肩のあたりがすごい綺麗、確かにね、これとっても並べるとねなかなか壮観だね、圧巻だねこれね、欲しいね、はい、ということでこちらがアクリルアートブロックでございます。では続いてマウスパッド、2枚ですね、はいこちらですね、こちらは竹岡さん持っておりますゲーミングマウスパッド、いいですねこれ、ドットキャラクターズ版と、こちらがドットキャラクターズ版ですね、はい、これかわいい、本当にかわいい、ずっと見てられますねこれ、ずっと見てられる、本当クリップもいいですね、結構大きいんですよこれ、はい、そしてもう一つが、モノグラム版の記念イラストでございます、かっこいい、あのマウスを激しくマウスを激しく動かしても大丈夫なゲーム、ゲーミングマウスパッド でかっ、ね、あ小さなメダルもあって、ペンもあって、いいおしゃれね、かっこいい、大きいですね、はい、あこれむしろ飾りたいっていうコメントもある ね、結構テレワークの方とかもまだいっぱいいらっしゃるから、汗ばんでく時期にねこうペタペタしないようにこう引くんでもいいかもしれないですね、これね、はい、ゆったりと使えます、ビッグサイズとなっております、はい、では続きましてはぬいぐるみですね、はい、こちらはテンスライムのぬいぐるみ、じゃじゃーん、結構大きい、そこそこ、あでもまあ本当手のひらに乗るぐらいですね、でこれ裏にね、いいね、10周年結構光沢があって、刺繍で、ね、しっかり高級感、ね、高級な感じがしますね、刺繍入っております、ね、アイテムコードもつきますんでね、はい、ぜひゲットしてください。続いてはメモリアルプレートいきましょう、こちら2枚ですね、ひらかちょっと僕だけあの割れ物なので、割れないよ、割れないよ、割れないよ、確実に危ない、危ないよ、こちら危ない、あ、テカってる、テカってる、もうちょっと前に向けてテカ、気まずくてもいいよ、ちょっと、こんかわいいですね、ちょっと指でキャラ隠れちゃう、こういうあの責任取らせる系のもの全部僕ですよ、こういう時ね、いやでも結構大きいね、ね、しっかりしてる、かわいい、かわいい、いいなキャラクターたち、うわいいわこれ、6のキャラたちももう、あキュラルちっちゃい、かわいい、ね、しっかりわかるね、キュラでもいるし、パトレットマローネとかね、かわいいですね、はい、はい、こちら2枚ご用意しております、バージョン1から3とバージョン4から6の2種類となっております、続いてはメモリアルマフラータオルを海野が持っております、こんな感じです、めっちゃかっこいいです ね、結構普段使いもできそうな感じの色味で、モノクロでね、白黒で、いやこれ会場でみんなちょっと持ってほしいね、持ってほしいですね、夏祭り会場で、はい、そして続いてはタオルと同じデザインのメモリアル T シャツ、はい、いいですねこれもね、いいですね、おしゃれ、このゼロのところにスライム入れるのめっちゃ可愛いですね、この下の2022のところ、そうそう、かわいい、そう、かわいいですね、かわいい、下の10の XXXXX もかっこいいよね、はい、こちら T シャツでございます、そして続いて来たこの流れでなんかオチみたいに水分補給 T シャツでございます、でも真面目な話すると、はい、あのこういうリアル系特に T シャツとか作るのって本当に久しぶりじゃないですか、それねみんなと一緒にこういう風にあの着れたら嬉しいなと思うんで本当に嬉しく思います、ね、久しぶりなんで、しかも私一言言っていいですか、はい、これね安西先生の T シャツちょっと豪華に作られてるんですよ、そうこれね綿100なの、すごくない、素材も綿100もだし、色が白地に、水色に赤で3色だったちょっと版が多いよね1個ね、確かにバッコスじゃねえよ T シャツは2種類でしたからまあ私関係ないですけど関係ないですよね、お値段も2000円台ですか、ね、そうすごくいいですね、安い皆さんぜひゲットしてください、ぜひぜひ、はい、みんなどれが良かったですか、公平どれが気になりました、僕でもマウスパッドこれ欲しいですね、ちょっといいねこれね、これめっちゃ可愛いですね、永遠に見ちゃうこれ、ね、これいい、日高は気になってありました、これでもこのお皿やっぱもっとどでかい皿作って全キャラ収めるってできないですどんだけでかくし
なきゃいけないそれ。J リーグの優勝の時のあれぐらい大きさのやつで、ね、トロフィー代わりの、ね、そう、それ年に1回出してきて飾るとかそういうぐらいしか使えないですよね。お正月とかね。どこ飾るんだ。この大きさだったら日常使いできるからね。そう、大皿とかパスタ皿とかに使えるからね。これ欲しいですね。欲しい。海の気になりました。私これです。アクリルのやつ、やっぱこれめちゃくちゃツヤツヤだし、結構さ持ってると重みがあって、ね、高級感があるので、うん、これ皆さんぜひぜひ揃えて買って、うん、ね、並べてほしいなと思います、ね、そうそう、ブロックなんですよね、結構分厚いね、うん、アクリルね、そうなの、しっかりしてて、わかる、なんかあの実物見ると高級感あるよね、うん、そうなんですよ、うん、なんかライトアップとかしたりとか、ね、そうそう、それも絶対綺麗だね、うん、いろいろ飾り方工夫すると、楽しそう、はい、ご紹介させていただきました、うん、ということで以上もうすぐ10周年ちょい出し情報コーナーでした。ありがとうございました。では続いてのコーナーはこちらです。提案広場に生アンサー。はい、ということで、はい、提案広場に皆さんからいただいた提案に青山さん安西さんが生で回答してくれるコーナーでございます。い、はい、ここからは安西先生に進行お願いしたいと思います。はい、今回はですね、はい、試練ですね。え、お、小沢さんがいない。そうだ。いやいやいや、なるほどなるほど、頑張ってください。何言うか私もかなり心配なんですが、なんて一人でも、ね、やれるよ。しかもね、ロッテに相当忙しくて今日小沢さんもいないんですけど、はい、私もちょっとかなり意識が飛んでるんで頑張ります。はい、大丈夫かな。大丈夫、予防線張ったから、はい、いきなり弱気すぎて草、はい、水分補給すれば、はい、行きます。スライドお願いします。はい、生アンサーいきます。はい、はい、目覚めし冒険者の広場の提案広場にいただいた提案をいくつかご紹介し、考えや思いをお話しするコーナーです、うん、あくまで現時点での考えですとか思い、あくまで思いですよ、回答させていただくためのものですから、実現するしないの確約をするものではありません。あらかじめご了承ください、はい、またね、あの文字数の都合上元の提案からようやく抜粋させていただいた、ものもありますので、こちらもご了承ください。はい、じゃあいきます。お願いします。もう最初から日替わり討伐の確率は高いままを希望、はいはい、最高ポイントが4万5000になり、それを引く確率がかなり高く、快適に過ごしておりました。わかる、わかる。確かに、はい、確かに、はい、これが不具合によるものだったということなので、元の4万と同じ確率に戻すそうですが、もう戻しましたよ、うん、大きな問題がなければ戻さないでほしいです。わ、はい、かる、うんうん、そうね、あの、うん、調べました、はい、で、もともと、その日替わり討伐の一番高い、依頼がですね出る確率って 2.7% ぐらいなんですよ。そうなんだ。だから月に1回出るかどうかだったんですね、うん、それが、6.1 の不具合でですね、どんくらい出ていたかっていうと、はい、33% すごい。でも毎日ウハウハだったよね、2日間に1回に1回出るぐらい、うん、よっしゃーって感じだったもんね。10倍以上の出現数だったんですね。で、まあ、結果当たり前なんですけれど、その毎日、システムから生み出されるゴールドも、うん、増えている、あ、増えてしまったので、これは、申し訳ないんですが、あの不具合として直させていただきます、うん、まあ、大きな問題がなければということなんですけれど、100億ゴールド単位でですね、はい、毎日ですよ、今までよりも多くゴールドが生み出されてしまっているので、まあ、それがすぐどうこうなるということではないんですが、うん、まあ、例えばこれを1年間放置したとしたら、はいはい、まあ、あの物価がとんでもなく上がってしまうかもしれない。まあ、例えばバランスパスタが今5万ゴールドぐらいなのが50万ゴールドになったらみんな困るじゃないですか。確かに。まあ、それがいつ来るかっていうのもすぐには分からないんですけれど、うん、まあ、とはいえこれは歪みのある状態なので直さなければならないなと思って、直しました。もうこれは本当ご了承ください、うん、もうそう言われたら何も言えないね、うん、ね、なんかまあ僕いつも右位置ですごい並んでその、うん、もらってた人なんですけど、うん、その4万5000になった瞬間列がもうほぼない、ね、そうだよね、みんなやっぱもらえギリギリ行けちゃうから、うん、自分でね、うん、でもやっぱあれなんか待つこともすごい楽しかったりっていうか、その待たせるというか、そのなんだろう、
タダで配ってるけど、畑に水あげてとか、その交流というか、ね、一つの文化というかね、そういうのがやっぱあったんで、まあまあ、ただですね、まあ、こちらの提案に書いてある通り、あの快適だったっていうのはそうなんですよね、うん、私も実は毎日あの日帰り飛ばす買ってるんですよただ私並ばない人なんで、3人以上並んでたら並ばないで、はい、まあ、2万8千とか自分の2万とかをやっていたんですけれど、この時は本当に毎日4万5千やってたんですよね。で、それでまあ開発チームでもいろいろ相談をしたんですが、ここでちょっと皆さんに聞いてみたいんですけれど、うん、例えば、4万5千ゴールドの依頼を4万ゴールドに戻します、うん、その代わり、うん、確率も 30% ぐらい元に戻します、なるほど、不具合の状態に戻しますっていうふうにしたら、それってあり、うん、4万5千は出なくなるけど4万はめちゃくちゃ出るってこと？4万はもう3日に1回出るよ。え、なるほど、全然よくない？全然これは全然いいです。これ大丈夫なんですか？あ、まあ、ありの人はありって書いてくれる。おー、ありです、ね、ありがすごい、ありが多い、一番高い依頼を下げても確率、一番高い依頼が出る確率をすごい上げるよ、うんうん、ありのが多いね、なしもいるけれど、うん、4万5千はダメだけど4万はいいんだ、うんうんうん、ね、うん、その5千がすごく大事なのかな、うん、そうね、まあ、2万台とかね、うん、のことを考えたらやっぱり、まあ、今ねそのバグを修正してから確かに列が10人以上とか並んでるんですよね。すごい並んじゃってて、これは本当はあの申し訳ない、一回不具合とはいえね、あの状況を体感してしまうと、そうね、コメントだと結構増えるのは3万とか ですらいいみたいなのとか、うん、3万オーバーね、そうそうそう、うん、2万と2万5千を減らすとかでもいいみたいなコメントもありますね。結構ありな感じですかね。確かになんかインフレが起きてみたいなことをね考えると後々のね、すごく怖いんですよね、正直お金がどんどん出てしまうこと自体は、その時は良くても長い目で見るとね、でもそうですね、分かんないって意見もありますが、どっちかっていうとありが多い、多いですね、ありが多い感じではありますね。3万固定でもいいみたいなねあ、そもそもね、そうね、はじめなしとかね、でもインフレは嫌だってみんな泣いてる、うん、はい、それはもちろんです、そこは絶対防がなきゃあんないなとは思うんですが、うんうんうん、なので、ちょっとこれ、持ち帰ってって考えます、はい、どっちかって言ったら値下げをしてでも当たる確率を増やせるといいかな、そこまで言っちゃっていいのか分かんないけど、うんうん、それかコメントだとじゃあゴールドはじゃあ半分でいいですとかいう人もいるしね、経験値が欲しくてとか ねインフレ対策ならゴールドはじゃあ半分でとかっていう人もいるし、でも経験値もねもうカンストでいらないみたいな人もいるだろうしね、難しいね、どうゴールドは同格じゃなくてもいいみたいな人はいる ね、 いるね、結構、うんうん、経験値とゴールドをちょっとこう比率を変 え、ね、うん、変えてもいいかなみたいなね、うん、あゴールド半分でいいってみんな優しい、うんね、でもやっぱり今 の、 その列の並びは何とかしてほしいって皆さん思ってる感じかな、うんうん、ですね、わ、うん、かりました、ね、結構まあ討伐買わずにもう最近の人みんな無料で配っちゃってる、ね、ありがたい、あの 6.1 の時はそうでした ね本当にね、はい、昔はね本当に買ってましたからね、うん、じゃあごめんなさい、すぐ、これ本当慎重にやらなきゃならないので、何パーセントにするよということはここでは言えないんですが、なるべくその、ゴールドも増やさない範囲で、確率増やすことを考えます。おー、はい、ありがたい、うん、ありがとうございます、はい、これは期待、では次の、提案いきます、はい、復元やメニューの、ミーネのメニューを改良してほしい、アクセサリーの復元対象から新品のカードを消せない理由がある場合は復元やミーネのメニューを復元するおは説明を聞くからアクセを復元するカードを復元する、説明を聞くなどに変更してはいかがでしょうかということですね。あこの、 ミーネからね新品のカードを消してほしいというのは昔からある提案なんですよね、はい、で、つい先月調査したんですよ、そしたらあのミーネから新品のカードを復元している件数って数千件あるんですね、一月に。
案外あるんですよ。意外にあるで、それがミスなのかなって思ったら、はい、合成してる数も数千件あるんですよ。あ、じゃあちゃんと意識的にやってるんだ。そうなんですね。案外ちゃんと神秘のカード作ってる人がいるんだなっていうことで、え、それミスして間違えちゃったからせっかくだから合成しようかな。そこら辺までいくと分からないですよ。分からない、まあ、とはいえ分からないんでそこを外してしまうのはやっぱり難しいなと思ってたんですね、はい、でもこの提案見てはすごくいいなと思ったのは、今っていろいろメニューをたどっていって最後に何を復元しますか、神秘のカードにしますか、大流玉にしますかみたいに聞いてるじゃないですか、うんうんうん、そうじゃなくてこちらの提案にあるようにもっと上の上流で、悪性を復元するって流れに行くか、カードを復元するって流れに行くか、より上流で選択することによって、うんうんうん、ミスったってっていう時に戻れるじゃないですか、うん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 、そうするとそのなんだろうな、この選択し間違えてしまうんじゃないかみたいな心理的負担が減るんじゃないか、うん、と思ったので、あ、これすごく面白くていい提案だなというふうに思いました、うん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 、いい提案、うん、なのでぜひこれは採用させていただきたいと思います。すごい採用、うん、すごい、うんうんうん、ありがたい。みんなも便利になるしね。そうですね、そう、うん、本当に微妙な違いなんですけど、うん、この違いだけでもかなりストレスが変わる、ストレスが減るんじゃないかなとは思いました。ちょっとハラハラするもんね。大丈夫、ああ大丈夫だったみたいな。ちゃんと連打してれば大丈夫。下を押さないだけど、そうなんだけどね。でもね、わかる。そう、ああとかずれちゃったりする、ね、指がねペペってなったりとか、ペペってなっちゃったりあるんですよ、ね、はい、じゃあありがとうございます。次いきます。職人ギルドの素材屋について、職人ギルド以来で扱う素材は職人ギルドにある素材屋で買わせてください。鍛冶ギルドなのにプラチナ鉱石がないよ、木工ギルドに綺麗な枝がないようなものです。これね、まあ、元々はそのファーストよりも前の時にあえてやってるんですよね、これ。その鍛冶ギルドでプラチナ鉱石が欲しいからプラチナ鉱石を売らなくて、そこにはこう、はい、バザーでね、うん、買ってもらうような、まあ、転売って言ったら言い方悪いんですけれど、その、まあ、貿易をするような遊びがあってもいいんじゃないかっていうことで、確かにそこはね、はい、その時はほらまだバザーが一体化してなかったから、うん、そうなんですよね、その土地その土地でね、そうそう、それでちょっとこう物流というかね、うん、貿易みたいなのがちょっとそれはそれであったんですよね。大陸ごとに違ったんでしたっけ。違った違った。そうです、そうなんですよね。なかなか大変やった。だからもう本当にね、その木工ギルドで、はい、みんな面倒くさくてバザーで買うときは、うん、これが上がるからみんなそれをそこ用にそこで出すとか ね、うん、やってたから。そうなんですよね、まあ、そういう目的があったんですけれど、でも確かに椿さんがおっしゃったようにバザーも統合されたじゃないですか、うん、で今となってはマイタウン その素材屋さんでプラチナ鉱石も綺麗な枝も変えてしまうんですよね、うん、だからそうなんだよな。確かに確かに、一部の人が圧倒的に便利になってしまってるので、さすがにもうこれも職人ギルドに入れていいのかな、揃えていいのかなと思っています。見てる人は どっち派ですか、ね、OK とその売って OK 派、売って欲しくない派、うん、どっちなんだろうね。もう売ってほしい派の方が多いか、まあ、多いって少ないで言えば多いでしょうね、まあ、便利になるっていうことだよね。みんな OK、 嬉しい、正解 OK、 マイタウンのこうプライオリティがそのまま欲しいって人もいるかもしれないですね。でも、まあ、マイタウンも出てから1年以上経ってるじゃないですか、はい、でマイタウンはいろんな本当に便利な機能がありますんで、はい、やっていいんじゃないかなと思っています。なのでやる方向で検討します。お、はい、これ相当職人の人たち楽なんじゃない。うん、はい、じゃあ次行きます。スーパースターのボディーガード呼びについて、はい、ボディーガードを呼んでいる状態とそうでない状態の区別がつきません。またボディーガードを呼んだ状態で再度スキルを使うと、一旦ボディーガードが下がった後再度呼ばれます。誤ってスキルを使った時にキャンセルをしても引っ込んでしまうので使用を変えてほしいです。わかる。こうお辞儀してクルッてしてるところを見とかなきゃいけないんだよね。そうですね。そうね、下がるタイミングをね。そうクルルル毎回見てるの大変なんだよね。ね、上 のボディーガード呼んでる状態とそうじゃない状態の区別がつきませんに関しては、呼んでる状態のアイコンつけようかなと思います。おお、これはそうですね、バトル班と相談したところできるということだったので、いるよって時は
出そうかなと思います。ちなみに、はい、何色呼んでるかも分かりますちゃんと、ね、その話はしてなかった黒バージョン黒白金黒バージョンなんかせっかく金呼んでたのに、ね、入れ替えちゃってとかも、ちょっと豪華なやつ呼べないよっていうのあると思うんだよね。私もやっちゃったことあるから、うん、難しいのがね、金呼んでたのに黒呼んじゃったみたいなのあるから。その話で難しいのは金って視認性が低いんですよ。あ確かに分かりづらいか、ね、金の人型って多分こう画面の右下にちょろっとあると案外見えなかったりする、うん、黒は分かりやすいんだけどね。確かにそこどうしようかな、まあ、黒白まあ、アイコンがね白も見づらいしね白も見づらい見づらいよね。でもちょっとそれができるのかどうか、できるとしたらその見やすさを下げないためにどうすればいいのかっていうのはちょっとメニュー班と相談してみますね。できたらあった方がいいもんね。ボディーガードがずっと出っ放しっていうのは難しいバトル中ね現場みたいな後ろずっとついてくるんですか難しいねそれまさしくボディーガードみたいな感じなんですよね。まあ、そうなると、まあ、やった結果ちょっと見づらくなったりとかするかもしれないんでまたちょっと考えなきゃならないんですが、アイコンはちょっと一旦考えますね。あとですねこのキャラクターを呼んだ時に、キャンセルするといなくなってしまうというのは前回お話しした時も言ってたかな。現場とかでも同じ現象が起こるんですけど、こちらはちょっと現状のままとさせてください。はい、ちょっといろいろバグが起こるの怖いよというのではあります、はいはい、では次いきます。仲間モンスターの HP が低すぎる。あレベル120の僧侶が HP772 なのですが、僧侶に近い性能の仲間モンスターホイミスライムの HP が同じ装備で590ぐらいです、うん、他の能力はまだしも HP は直接生死に関わるので、これだけ差があると強い敵に連れていくのはきついですということですね。なるほど難しい問題だね。まあそうですね、結構プレイヤーってちょいちょい強化されてるじゃないですか、はい、それよりも頻度がどうしても仲間モンスターの方が劣るので差は開いていくんですよね、まあ、とはいえ仲間モンスターも、どっかのタイミングで強化はする予定です。いつだったっけ 6.0 のでしたっけ 5.5 だったかな、でステータスの底上げとかやってるんですけれど、タイミング見て、仲間モンスターの強化をやりたいなというふうに思います。ねこれは本当わがままなんですけど、活性化のためにバッチ1個だけつけれるとかないですか1個だけなんで、ちょっとだけなんでコメントにも来てます。もう3個とは言わないんで1個ぐらいどうですかね。バッチ ね、 そうね、1個を選ぶなんか楽しさめっちゃありそうですね、それでみんなさバトルロード行くじゃん、ね、ダメ、その難しいですか。1個だけやっぱり、ダメ、みんなダメぶっ壊れ壊れすぎ、でも1個だよ。それからので銀だけとか金だけとか、あ、そうそう、バッチに関して言うと、その最近の時に作ってるバッチはバッチは外に出さないから強めに作っていいよって話はしてるんですよね。最近の虹だとか光だとか、そこら辺は銀1個銅1個、まあ、交渉がだいぶ優しく言ってるけど、銅とかなる。ややこしいのはあれなんですよね、そのこのバッチがバッチつけれてる時ってバッジを合成しようとしてると誰かがつけてるよみたいなのが出るじゃないですか、それがさらに外のモンスターがつけてるよとか、合成しようとしてる時に管理がね、そうそう、管理は大変になりますね。確かにそれはそうだな。だからそこはもし本当にバッジをやるんだったら外に出すようなバッジを作るか、すごい大きな話になってきた。大掛かりな話にはなるけど、今のバッジを単純に外にもつけるとなると意外と面倒くさくなるよ、っていうのはありますね。専用外専用バッジでも面白い。まあ、今つるっと言ったから全然初めて出た話なんで、なんてこと嫌がるんだってチームの人は思ってるかもしれないけど、とかね、とかとか、それでバランスを取るといいますか、でもコメントだと外用バッジ面白そうってコメントの方が多いですね。聞かなかったことにしてくださいすごい作業になるかもしれない今震えてるよスタッフたちが。仲間モンスター専用装備とか作っても同じような、確かにいいですね、それもっとハードル高い。紋章のとことか入らないですから ね、いや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 いいね
でも確かに私仲間モンスターと一緒に冒険すること最近すごく減っちゃったんで、どうしてもサポートとか、ね、あの家族とかと行くことが多いから、こうなんかもう一度こう触る機会、一緒に冒険する機会が、そういうコンテンツでもいいし、そういう武器を持たせるとかバッジつけるとかでもあると楽しいなとは思います、ね、バトルロード同盟しかもうモンスター使えないじゃんってなっちゃうんだよね。なんか一時期キラーパンサー設計してた、はいはい、キメラとね、ブームがね、キメパンブームはあったね、でも今 HP400 ぐらいですよ、キラーパンサーで、ちょっとゾンビになっちゃうもんね、生き返らせて生き返らせてっていう、協力バトルも毎回バッチ作ったりとか、もう毎回一生懸命更新してますよ。まあそうなんだけどね、でもそうですね、あのいくつか面白いお話いただいたんで、あのこれからどうするかっていうのは担当者と相談していきたいかなと思います。あ、そう、モンモンだけはよく見るね、ちょっとね高いですもんね、ふわふわしてるからね、HP ね、ふわふわしてるからじゃないと思う。モンモン短い範囲で、あのタイミングで回復してくれますからね。確かに、はい、回復系の、ね、モンスターがちょっとね、もうちょっとね、生き残るようにみたいな、前衛はね結構ねやられても生き返らせたみたいなところがあるんで、そうですね、難しいですよね。いいね、もう、うん、ありがとうございます。はい、いい提案、はい、提案いただきました。じゃあ続きまして、旅人バザーで売れたアイテム、売れた回数を確認できるようにしてほしいよ。称号伝説の大商人を獲得したいのですが、今自分がどれだけアイテムを売ったのかを確認できるようになればいいと思っています。むず強さですとか、目覚めし冒険者の広場などで確認できるようになると嬉しいです。称号コレクターからしたらちょっとね、なるほどなるほど、闇雲な感じになった、ね、これちなみに何回なんですか、伝説の大将じゃ言わない大将なんだ。でもどうせコメントで出たよ。称号がその何回に設定されてるのかっていうのはどっかでお話したと思うんですけど、それは出さない、つもりなんですね。公式にアナウンスしません、これは、はい、それが出てしまうと結構作業になっちゃうし、とんでもない回数に設定してあったりとかするといろいろうんざりしたりとかもするじゃないですか。ただこれの提案がすごくいいなと思うのは、自分が取引した回数を知りたいよ、っていうのはその通りだなと思いますし、それは保存してあるので出せると思います、ちょっとどこに出すのがいいかっていうのは考えなきゃならないんですけれど、確かに出てるといいねとは私も思いました。戦歴だとさすがにちょっとレイアウトが苦しい、ね、そうなんですよね、うん、あ、それも多分この提案者の方はそれも把握してて、強さとか、はいはい、そうですね、広場っていう、ね、広場とかだったらできると思いますので、本当にあの作戦以下はね、どこを取ってもキツキツなので、あ、だから小瓶1ゴールドとかで売ってる人がいっぱいいるんだね。あ、そうなんだ、まあ、色んなものあると思うんですけれど、たまにいるの、めちゃくちゃ安い小瓶1個10とか1ゴールド出せる、ブワーって出せる人いて、あ、でも本当にコメントにもね、広場でいいよっていう風なのがたくさんあるので、うんうんうん、ぜひこれは運営チームにね、やってよ、私も言ってみようかな。業者かと思ったけど違ったのね。狙い、おもろとか、そうですね、こういう情報が出てるといいねっていうのが他にもないか運営チームと探してみようかななんてこの提案を見て思いました。はい、ありがたい、いい提案、はい、いい提案、はい、提案ありがとうございます。次いきます。あ、間違えた戻ったね。はい、モンスターの上部に出る引き出しの表示について、バラシナ、特に3なのですが、使用した技名の吹き出しや毒になったなどの吹き出しを同時に表示することはできるでしょうか。技名が見えない、対処が遅れる、次の技が来るという事態が多々発生し、厳しい局面があるので検討お願いします。なるほど、そうですね、確かにな、確かに、もう動きをだから見て、次の行動の動きを、そのさっきのルベランギスとかもそうですけど、みたいな感じですもんね。そうですね、一つのキャラクターに対して吹き出しが出る、まあ、吹き出しは1個なんですよ、だからその、アクションが同時に重なってくると少しずつずれちゃうんですよね。吹き出しが複数あるときは1個1個の吹き出しを表示する秒数を短くするみたいな処理もあるんですけど、さすがに追いつかないので、これをやるとしたら、はい、吹き出しが複数同時に出る、ポンポンみたいな感じでこうやるんですが、その仕組みがないので、これって可能ですよ、山さん、可能か不可能か、まあ、可能か不可能とかで言えばもちろん可能だと思いますけど、はい、長年使ってるシステム変えるんで
簡単じゃないと思いますけどね。あとはどこに表示するかの問題もありますので、見えないところに表示してもしょうがないですね。やってみた結果ポンすごくポンポンって出て見づらくなるかもしれないですし、検討する余地はあると思いますけどね。テストしてみる価値はありそうですね、はい、やっぱりね10年も経ってこっちのバフもこっちのデバフも、こうモンスター側のバフもデバフも多くなってきて、情報だらけ、そうちょっと情報が多くてやっぱ ね、うん、瞬間的な表示が多分みんな追い切れなくて、でもそれで対処遅れてね全滅しちゃったなんてなったらやっぱちょっとね嫌だからってことですよね。そうですね、確かにね2個同時に出たら逆に見づらいとかいう意見もあるかもしれませんよね、うん、あなるほどね、それはあるかもしれませんね、むず確かに交互に出してるものとかでもたまたま見てないタイミングで あれ今天使かかってたっけ、さっき解除されちゃったっけみたいなこともあるから、吹き出しでも同じこと交互だったら同じことも起きそうだし、並んでたら並んでたでちょっとごちゃっとするかもしれないし、技優先にしてほしいっていうのね、それ結構良くない、こっちに危険が出る、要するになんだろうな、バラシナがやるタイミングと、うんうん、プレイヤーから受けた技のタイミングって別々じゃないですか。そうだから優先するっていうことはそれを並べて優先ごとに並べ替えて出すっていう処理をしなきゃならないんで、それは結構重い処理でさらに重くなっちゃうんですよね。そうなんですよね。なんかドラクエってすごい見やすいから、うん、画面が、まあね、すごい簡単そうに感じるけどすごくいろんなことやられてるんですね、うん、なんか、はい、今まではねできたけど10年という歴史がいろんなシステムが、ね、うん、そうですね、増えると今まで通りではちょっとで バトルの高速化に対してそのメニューが追いつけてなかったりとか、うん、そういうところも出てきますからね、うん、はい、ね、まあ、こういう意見があるというのはね、そうですね、これすぐにどうこうってわけではないんですが、確かに大事なことだとは思うので、できるところからちょっとテストはしてみたいですね、すぐどうこうできるとはごめんなさい言えないです、はい、確かに、はい、じゃあ次いきます、ありがとうございます。勇敢スキル、たまに2回攻撃を変更してほしい。昨今の敵は避けたい攻撃力の技を使ってくるので、はい、2回行動が発動してもキャンセルすることが多いです。 CT スキルには反映されないなど死にスキル化しつつある気がします。たまに消費なしやステータスアップなどを別のスキルに変更してほしいです。確かに昔は嬉しかったんですけどね。昔嬉しかったけど ねあの頃に戻りたいしかも達人とかと違って勇敢は外せないですからね、絶対にね。でこれ仮の話なんですけれど、例えば 6.2 とか将来に戦士のスキルラインの調整があったら調整されると思います。あ、仮の話ですよ、はい、はい、とだけだって魔法使いとかもさ、たまに2回発動とかってさ、やった初め2回も唱えられるって言ったらフレンドからそれ恋食らっちゃうからやめた方がいいよって言われたりとかね、うん、でも火力を出したいときは、うん、達人とかつけるじゃないですか、うん、はい、パラディンが防いでくれるようなバトルとかだとね、はい、避けるってことを考えるとね、はい、確かに奥手にて戦士来るなって言われてますから仮の話です、仮の今日は情報コーナーじゃないです、はい、あ、会心必中2回とかしんどいね、あ見えないしね周りがね、しんどい、かっこいいんですけどね、かっこいいんだけどねかっこいいんですけどね、はい、次いきます、はい、モンスターの上部に出る吹き出しの表示、あ、これさっき言ってまあ言うちょっといいですよ、戻るんだね、戻っちゃう、戻る、答え出します、答え出しに行きます、誰読んでから気づきます、今時が止まったあれ戻りましたね、危ない危ない、ちょっとポルナリフの気分でしたいいよもう、はい、はい、職人練習場では素材を購入しなくても職人活動できるように、職人練習場ではどのブースに何が売られているのか分かりにくく、分かっても素材を選んでいくのが手間です。職人防具が成功率に影響するので、選べるようにするのは分かりますが、素材くらいは購入しなくても職人活動できるようにしてほしいです。確かに、まあ、これもねこの職人練習場を作るときにいろいろ議論したんですけれど、はい、まあ、その買わなきゃ買わないで素材が覚えられないじゃないですか、っていうのもあって、まあ、素材は買うようにしようと決めたんですよね、
今素材って999個とか買えますよね、うんうん、買えるようになりました、まあ、なのでざっと買えるんで、まあ、ここはなんだろうな、どの素材を買うかは覚えてほしいなというところなんですね。あとですね、実際にこれをやるとなると案外大変なんですよ。あの何か素材を職人やるときって、道具があって素材があって初めてゴーってなるじゃないですか、うん、それなしでもできるってなると、その通常ではできないことをやるんですよね、うん、これって意外と大変なんですよね。で実際練習場を作るときも結構コストがかかるということもあって、今回の費用に舵を切りました。うん、まあ、ちょっとね、まあ、覚えるのは実際作るときでいいんじゃないですかね、うん、結構コメントでもそういうのあるけど、ね、コメントはそれでも覚えない、その時にチラッと見て買うみたいな、ね、覚えない人は覚えないし、いやもう買って書いてありますけどね。なるほど、ここはちょっとなくしてほしい意見が多そうかな、か、ねね、今便利になっちゃってね、これには何が必要とかもあるし、うん、倉庫からも取り出せちゃうし、うん、そんなに覚えるもの覚える必要性が多分ね、あんまりなくなっちゃってってるのかもね。そうね。まあ、そうレシピメモ機能あるからね。ね、うん、そうね。じゃあ確かに、じゃあやるとしたらこれ実際本当にどんぐらいコストがかかるの、いつならできそうなのっていうのはまず相談してみようと思います。これは、うん、でもやるとは言わないよ、やるかどうか分かんないけど、まずやるとしたらどんぐらい、いつ頃できそうなのかなみたいな相談はしてみようと思います。うん、うん、確かに、うん、はい、はいはい、次いきます。マイタウンに道具屋が欲しいマイタウンでドルセリンを購入できません。現在で NPC と兼業でも構わないので道具屋の機能が欲しいです。確かに、これ海野のお母様じゃないのかそうかもしれない、もう多分唯一足りないものがこれぐらいな感じなんで、やっぱそうなんだね、うん、確かにドルセリンはわざわざ買いに行ってます、私も。あー、やっぱそうだね、もうめんどくさいから、なるべく大きい単位で買って、そうね、うん、売りましょう、売りますね、売りましょう、私もこれドルセリン欲しいなと思ってたんで、確かに、はい、売っても別にね、うん、いいよね、売ってないのがおかしいぐらいな感じですよね、うん、もうね、確かになんで売ってないぐらいだね、うんうん、ま、マイタウンもね、いっぺんに全部はできないですずっといろいろこう強化はしてるじゃないですか。あ、まあ、その中で、まあ、忘れたってわけじゃないんですけど、優先度的に低かったものとかもあると思うので、うん、そろそろこれもできて、ぜひやってほしいなと私コメントだと結構やり直すの文字、ね、やり直そう、取り直そう達人、あ、達人、マイタウンに持ってくるにもただキャラを置くだけじゃなくていろいろ対応が必要なんですよ。あと何が欲しい、みんな、バシっこい、バシっこい、しかも今マイタウン他にいろいろやってることあるから、それは楽しみにしててね。討伐も売っちゃう、もう街から人がいなくなりますもうそれ言い出したら結構出てきますね、美容院に。ありますあります、はい、王家の迷宮とか、ね、あのリーデさんも美味しいです、リーデさん、うん、うん、いいですそれね、あともうギラムもお家に呼んじゃおうみたいな、ね、どの人が何の人か分からない人はめっちゃいるけども確かにね、うん、はい、まあ、あのハウジング担当の方もね、今マイターン一生懸命やってくれてますんで、そちらの方もぜひ楽しみにしてください。はい、じゃあ、今回の、生回答コーナーは以上になります。はい、まあ、本当にいろんな話ができたんで、あの、よかったなと思います。あの、できるだけね、あの、皆さんのご希望に沿うように頑張っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね、結構言ってみるもんですね、言ってみるもんだね、うん、もうまだ引き続きみんな、あの、はい、コメント好き放題言ってますよマイタウンを充実させるためにマイリーネが欲しいマイリーネとは、うん、めちゃくちゃだよ、本当に、はい、はい、ということで安全さんに答えていただきました。ありがとうございました。はい、皆さんもね、何かありましたらぜひ提案広場にて、うん、投稿の方をお願いいたします。はい、では続いてのコーナーはこちら、超バトルチャレンジ2。はい、ここからは5月18日から開催中のイベント、竜王城の決戦再演にゲストの皆さんにチャレンジしていただきます。お、
5月27日はみんな何の日ですか？はい、ドラゴンクエストの日でございます、はい、初代ドラゴンクエストが発売されたドラゴンクエストの日、はい、その日を記念いたしましてイベント竜王城の決戦再演を開催中です、うん、仲間と協力して竜王との決戦に挑みましょう、はい、なおイベント参加条件はドラゴンクエスト店茨の巫女と滅びの神オンラインを導入している、うん、クエスト魔法の鍵の仲間たちをクリアして魔法の迷宮に行けるようになっているが必要となります。竜王城の決戦再演を遊ぶにはまずアイテム虹の雫を手に入れましょう。イベントが開始すると魔法の迷宮でローラ姫と出会うことができます、うん、彼女のお願いを聞いてあげましょう。次に大事なものから虹の雫を使い竜王の城に行きましょう、うん、他の冒険者やオートマッチングでパーティーを組み竜王に挑みましょう、うん、なお前回の竜王城の決戦再演で虹の雫を入手している方は直接、竜王の城へ向かうことができます、竜王とのバトルの後港町連動南にいる交換やスラリに竜王の牙を持っていくとイベント限定の報酬アイテムに交換することができます、はい、今回のイベントの新作アイテムはこちら竜王印象と竜王の玉座。いいね、でかい。これ玉座良くない？すごい、だいぶ豪華。これを中心にハウジングしてほしいですね。これすごいかっこいい竜王、印象もちょっとかっこいいですね。いいよねこれね、はい、うん、ということでねこちらねぜひ狙ってみてください。そして復刻装備アイテムとしてラダトーム装備シリーズ、ロト装備シリーズ、ローラ姫装備シリーズ、竜王装備シリーズも交換することができます。はい、いこのね、うん、シュールなアキーラの仮面みたいなのがね、はい、ありましたしね、いろいろございますよ。そしてですね、さらに過去の、期間限定イベントやプレゼントの呪文で獲得できたロトのオルゴールなども交換できます。はい、ロトのオルゴールは曲を鳴らすを選択すると室内の音楽を序曲10に変更できるので、これまだの人はね、うん、ぜひゲットしてみてください。人気だいぶ変わりますからね、素敵ですよ、はい、さあでは今日ですね竜王城の決戦に挑むのは公平、はい、日高、うん、海野、うん、そして私の4人でたいと思います。お願いいたします。お願いします。はい、はい、ちょっとまずじゃあ4人はね、うん、私たち世界の半分をもらうかどうか、まずそこからスタートですからね、うん、ねえねえ、これ台本に書いてあるから読んでるだけだからね。なんかこれ私がすごい滑ってるみたいになってるけど、言わないで。はい、じゃあちょっとね戦いましょう。準備の方ね、はい、行ってみたいと思います。了解でございます。じゃあまあね、はい、お三人さんは2戦目ということでございますので、はい、頑張っていただきましょう、はい、さあ、視聴者の皆さんにはどちらの選択肢を選んだのか聞いてみましょう、まずはこちらのアンケートをお願いいたします。はい、いつもならこのメンバー勝てるか負けるかですが、うん、はい、世界の半分を欲しくはないのかというアンケートに対して、はい、はいと答えるのかいいえと答えるのかっていうところからまずいただきたいと思います。リアルに本当聞かれたら何て答えるんだろうね。半分っていうのがすごい抽象的よね。どこを入れるのかとかね、大陸も入れるのかとか、うん、海沿いばっかりやるとだったらね、ちょっとあれだし、飛び地飛び地で ねえ。さあということで結果見てみましょう。こちらやっぱもらうね。そら欲しいですよね、謙虚だな3割、ここでもねしっかり、半分とまでいらないからね、ちょっと油田1個ぐらいとかだいぶ効率いいとこ、そう、うん、なんならマンション1棟でもいいですみたいな、はいはいはい、あのこういうなんかこう悪役的な人たちから物をもらうと贈与税ってかかるんですよ。あ、確かに半分だったらすごい。そうですよね、ないと思う。この困るなとちょっと固定資産税もすごいじゃないですか。その心配いらないと思う。いらないか、はい、ということでございまして、もう一度、チャレンジのアンケートを取ってみましょう。では竜王に勝てると思うかのアンケートこちらでございます。どうぞ。はい、勝てる勝てない、っていうところで投票よろしくお願いいたします。さっきの見たっしょ、ね、はい、うん、さあそれでは皆さんチームを組んで準備をしておいてください、はい、あ、竜王は税金もらう方なの。あ、
そういうことか。世界持ってる側だから。持ってる側だからか。支配者側だから。でも公式で持ってるわけじゃないでしょ。うん、まあね、ちょっと奪ってる感じはありますからね。うんうんうん、いやでももらうとね、ほらビルダーズでもあったけど、すごい見た目になっちゃう可能性もあるから。そうか、うん、では、どうでしょうか。あれ誘える？誘ってるんですけど、あれ何か。あれ誘いが来てない。配信を一回切って。あ、一回切った。うん、じゃあということでアンケートの結果は出ましたでしょうか。まだ。お、出ましたね。こちらです。勝てるが 86.3%、 勝てない 13.7% ということでございますね。優しい。さっきより上がったね。うん、ね、上がった。なんか番組も優しくなりましたけど、視聴者さんも優しくなったね。優しくなったかな。丸くなったね。必要だと半々ぐらいだったもんね。そう、確かに。優しい、優しい。負けろとかコメント来てましたよ。ね、だからね。途中からでもあれでしょ、みんな竜王のことを応援してる。そうそうそう。ね、あまりにもね、安定しすぎた戦いだったらね。みんな丸くなったのかな。はい。ちょっと寂しい気もするね。さあ、まあこの結果を受けて4人には頑張っていただきたいと思います。さあ、準備ができましたらチャレンジお願いいたします。できました。はい、行きましょう。はい、え、なんか断られた。ええ、誰に。あれ、なんか不思議な。それちょっともしかしてアストルティアじゃないと出られない系。そうそうそう、空が見えるところじゃないと。あ、そっかそっか、そうなんです。私もだ、はい、ちょっと空が見える。何年やってんだよ。空が見える。空が見えるところ。空が見える。俺だけいてごめんなんか。いや、言ってよ。いや、だから最近いろいろ便利になってね。あの、久々に頭をぶつけたりとかするから。そうだった、そうだったって思います。あんまないもんね。ないですね。お、来た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 。はい、揃いましたよね。あ、来た来た。では、チャレンジをお願いいたします。イエーイ。さあ、誘いを断った4人が、はい、よっしゃ。あ、この格好ね。わーい、すごい、かわいい。あ、ナジン、ナジンだ。みんなが勇ましい格好で、ねね、よし、行きますか。じゃあ、行きますか。先導お願いします。はい、俺もう、あの、法律中だからすぐこうぶっぱして、うん、すぐいいよ。あ、え、いいよ、ね、いいよ。え、いい、うん、もうあのすぐ行っちゃっていい。いいよ、行っちゃって行こう、ね、あ、よし、こっちだこっちだ、うん、このさ、うん、マップ開くドットが可愛いんだよね。祝ドラゴンクエストの時っていうね、可愛、うん、い、行きましょう行きましょう、うんうん、よしよし、ではでは行きましょう。マップね、この来た来た来た、これね、可愛いマップのご種族、はい、うん、今回は時間の都合上ドラゴンはスルーとさせていただきます。なるほど、じゃあそーっと、さよなら、ちょっと待って、忠実にね、スルーでございます。ところでありますが、大変押しております。はい、どうせ勝つだけだから。そう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 、そう言いますね。変わらないから。今見てもらうこのマップすごい凝ってるな。本当ですよね、頼もしいね。恰幅のある、うん、ガンガン進んじゃうよ。すごい。なんかピクニックみたいな。このね、この規模本当はね、すごいね。この規模の 3D 化って熱いっすよね。そうですね。ね、そうですよね。マップもね、しっかりね。後編マップ開ける？マップ開けます。はい。ね、これいいよね。味があって。画面どこだ？あ、どこになっちゃった。そう、みんな HP がすごい少ないから。どこになっちゃった？100みたいな。191。さっきと違って、ね、うん、特別仕様。さっきの松明の処理とかここでしかやってないような感じだもんな。松明の処理専用でやってるはずですよね。さあさあ、もう来た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 、うわ、竜王だ、わじゃあ話しかけますね。はい、よくぞ来た、この部屋、うん、ね、よっしゃ、なんか言うて強いですからね。まあね、さあ、おー、ここね、入るところのエフェクトいいよね。うん、わしは待っておった、うん、そなたのような若者が現れること、うん、もしわしの味方になればアストルティアの半分をお前にやろう。かっこいいな。お前にやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。
ならない。お俺は世界を救うんだ。世界の半分を欲しくはないのか。悪い話ではあるまい。え、もう一度。はお、迷った。え、どっちがいいこれ。メンタル強く持って。もうでも半分もらっていい感じに統治すれば。自分信じて、自分信じて。俺今どっちだ。倒すこのわしを倒すというのだな。判断が遅いと。違う作品の愚か者め、思い知るがよい。リオいつアストルティアの権利を手に入れたのか。確かに感じはあるよね。確かにその道筋確かになる。そうそう、セリフ変わってますからね。虚偽申告かなって感じです。さあ行きましょう。来た来た、この浮いてるドラゴン、浮いてるドラギ可愛いよね。わー、あー来た来た来た。リオの姿が次第に最初いきなり突っ込んでやられた思い出あるからな。怖い。アンステルモード入っちゃった。パッケージと同じのイラスト通りね。じゃあ行くぜ。行くぜ。これ。熱。やっぱりずっとセルフで。ちょっと。何が出来る？まずいよこれ。何が出来るんだっけこれ。間に合うか。おお、危ねえ。これ。これなんだっけ。あれ。ちょっと。あ、私が竜に狙われてます。下がって。あ。輝いて、うん、私がなんか分担しよう、分担できればさっきと打って違った沈黙好き勝手やってる。沈黙なんだがもうちょっとワイワイワチャワチャ。いいな、俺が回復するから。とりあえず MP つけるまで俺が回復するから。まずはね、全然攻撃してないよ。ねえ、みんな回復ばっかりしてるよ。ちょっとなんで俺ワントップなの。またできれば、うん、見に来たわけじゃないよ。倒そうすごい。それよりも生きてみんな攻撃的さだろ。うん、よし、ベキラマやろう。攻撃して、何ピョンピョンしてる。ベキラマクリア。ベキラマ誰、あ、これか。これ、日高じゃない。はい、いいね、うん、いいね。おりゃおりゃ、怖い。ベキラマファイヤー。あ、ターンエンド。次は燃える。あ、ラリホって入るんですか。さっきミスって出ちゃった私。あ、キロだったよ。え、いいじゃん、余裕じゃない。激しい炎。それも。あ、ちょっと。あ、やばい。大丈夫。ちょっと待って、これ。大丈夫。そんなんで崩れないでしょ。大丈夫。勇者二人いるんだよまだ。あ、ちょっと。じゃあとりあえず俺。なんで今ベキラが。ちょっと。今この状況でベキラがおかしくない。まずいよ。怖い。あれ。あ、やばい。叩いたじゃなくて蘇生して。私ちょっと空見てる。そう。はい、まだ間違えたこれ。大丈夫。命のリレー、よろしく。ちょっと起こすよ。勇者らしい動き全くしてないんですけど。よいしょ立て直そう。生きて、あ、大丈夫。立て直そう。海の、ありがとうございます。よし、立て直そう。みんな光栄の動きばっかりしてる。ごめんだけど、もう回復は自分でして。ちょっとダメだよ。回復してよ。でも、やばい。あ、自分でした。あげられ自分にベホイル。やばい、激しい炎がやばい。ちょっと、はい、見てたでしょさっきの。ねえ、私だけ。はい、オッケー。お願い、壁スイッチ。おし、ナイス。いいね。ナイス。いいよ。ひだか早く。ちょっと。ひだか後ろから。間に合わない。ごめん。よし。あ、海の。怒ってるよ。やばい。当たらんぜ。竜王処方。ちょっとやるの。白い歯を見せるな。どうだ。あ、もう俺蘇生ないわ。え、もうやばくない？蘇生ない。10しかないね。蘇生ある人。
お願い。セーフセーフセーフ。あ、ちょっとこれね、素材切れるよ。あ、俺葉っぱに回るわ、じゃあ次からちょっと押して押して。俺何したらいいじゃん。あ、待って、俺死んだ。変えないよ、変えないよ。ちょっとみんな、あ、待って、まずいんだけどこれ。あ、やばい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 。あ、ちょっと待って、あ、やばい、自分にベホイミしかやってないよ、さっきから。やばいやばいやばい、自分にベホイミ分かるよ、みんな。まずいよこれ。何してんの、ちょっと。え、もうみんな葉っぱない、生きて、生きて。これラスト、私のラスト1枚。素材あるべ、あるべ。ね、ラスト1枚だからね。大丈夫、俺葉っぱね、俺海ちゃんと葉っぱある、ね、いや、あるからちょっと待ってくださいね。みんな、ね、誰も攻撃してないんだけど。 MP 10代よ、 MP 10代よ。 MP 10代よ、 MP 10代よ。 頼むよ。ちょ、やばいやばい、ちょっと読んでて。潜水、潜水やるよ。潜水、潜水使ってこう。使ってこう、使ってこう。ね、葉っぱもうなくなっちゃうよ。葉っぱみんなないの。ちょっと、うん、もうちょっと海の葉っぱ、ちょっと葉っぱ。あ、よかった、日高46まで戻った。ちょ、MP、 ちょ、海の葉っぱ、海の、やばいよ、オレンジよ。海の、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 頼む。え、そうじゃない、ノー、全然攻撃してないよ、だから安定の黄色、全然攻撃してないよ、オレンジの当てから。ちょっと、赤い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 、いけるよ、絶対いける。いいよ、もう俺完成でいいわ。そう、後編完成でいいわ。後編もっとちゃんと応援して。頑張ろう、後編生まれてる。ちょっと、ちょっと、後編生まれてる。ちょっと、応援した、いいよ、さ、やめて、やめて、やめて、逃げて、生きて。防御、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 よしよし、ほら、いけ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 、いいよ、頑張れ頑張れ頑張れ。そう、いいよいいよ、やれ、ずっと踏まれてるよ。日高を取りにしよう、日高を取りにしよう、日高を取りにしよう。ガネクスで、俺をもうちょっと時間を待ち、お願い。ちょっと、後編ちょっと踏まれてるよ。尻尾ベチベチされてるよ。チャンス、攻撃攻撃、尻尾ベチベチされてるよ、後編。ほら、ね、これさ、待って、ちょっと、女子、女子、それでも、頼むよ、頼むよ、ないって。攻撃して、攻撃して、ギリラ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 、危ない、危ない、危ない、ギリラ、まずい、ギリラ、ちょっと、ちょっと、ギリラ、まずい、ちょっと、ギリラ、まずい、ギリラ、まずい、ちょっと、海の方が、男性陣、助けてあげて。攻撃して、攻撃して、攻撃して、ずっと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 、プレゼンするコーナーだよ。知らず、強かった。ねえ、本当に、もう何回やってるんですか。全然歯が立たなかったっす。すごいわ。いや、強かった。まあ、それはエンドコンテンツになりますね。ねえ、いやいや、結構みんなお手軽に楽しめるトリックになってると思うんだけどな。ちょっと今ね、みんな公演になっちゃったけどね。ねえ、ね、簡単に行けますんでね。ちょっとベホイミしすぎて、ね、MP がなくなるっていうね。みんなひたすらセルフベホイミで、自利品で、自利品でやられるっていう。悔しい、はい、悔しいけどね、あと面白いね。でも面白かったね。面白かった、面白かったね。盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。というところでございまして、はい、80何パーセントのね、勝つという指示してくださって本当にすいません。すいません、ね、俺たちを買いかぶるなよ。本当だからな。優しさがこんな形で、ねね、4人から返してくるとは思いませんでした。はい、以上、超バトルチャレンジ2でした。まさかでしたね。まさかまさかのね、うん、ローラ姫泣いてます、本当に。本当にねえ、はい、無視されたドラゴンが一番かわいそうです。無視しといて負けね。ここから先はご自身で倒してください、はい、そうですね、はい、やってない方は、はい、では最後はこちらをお届けします。ドラゴンクエスト10夏祭り2022情報コーナー。よーい、はい、じゃあここからは情報コーナー、はい、青山さんお願いします。はい、先日の町会議のステージで、速報として開催日時だけをご連絡しましたけれども、はい、本日はもう少し詳しい情報をお伝えさせていただきます。お願いします、はい、まずじゃあスライドをお願いします。はい、開催日時は7月の23、24土日ですね、はい、時間は、正午12時から、19時ぐらいまでを予定しております、はい、場所はですね、
東京渋谷区にあります国立代々木競技場第2体育館ですね、うん、で入場料が無料すごい無料になってます、素晴らしい自由入場制で、はい、メインステージの観客席は招待制になっています、うん、はい、はい、はい、じゃあ次ごめんあじゃないごめんなさい、あそうですね、はい、自由入場制いいんですね、皆さん来て来てでステージエリアは、事前応募の完全招待制になりますので、はい、詳しくは夏祭り公式サイトの詳細をご覧ください了解です、はい、次お願いします。はい、出演者です。MC はですねいつもありがとうございます竹若さんと椿さんになっております。よろしくお願いします、はい、お願いします。でスペシャルゲスト堀井さんにも来ていただきます。堀さん楽しみにしてましたね、はい、で開発のゲストは私と安西さん小沢さんいつものメンバーが出演します。はい、はい、続きましてですね、はい、続きまして23日の1日目23日のゲストに関してはですね、はい、次お願いします。はい、このメンバーにしてもらいます。あすごくない、うん、勢ぞろい大集合、うん、ヨースピフジゲルリッキー、うんねえサイコロやろうやろう、ねえ、うん、あオフラインやろうかそうです最近はねはい、まあ、ご存じない方が少ないかもしれませんけど初代ドラゴンクエスト10オンライン初代プロデューサーのヨースピこと斉藤陽介さんですね、はい、あと、バージョン1のディレクターの藤沢仁さん、うんバージョン2から3のディレクターのリッキーこと斉藤力さん、はい、それから、ドラゴンクエスト10オフラインの方のプロデューサーをしてます白石拓磨さんに来ていただきます。うん、はい、で、内容はですねこちらです。はい、まず10周年アニバーサリーグリーティングというところで、まあ、10周年、ね、目標でもありましたけれども、うんまあ、通過点でもありますので、はい、次の10周年、あ、次の10周年じゃない、次の10年とか、うん、それ以降どうするかっていうのも含めて、まあ、10周年やることなどを中心にお話しさせていただければと思っています。いいですね、それからですちょっと飛びますが、下の3つ10周年超同窓会というのをですね、うんこのくらいの期間に分けまして、あと3つのパターンに分けて先ほどのゲストとともに、振り返りながら同窓会トークをしていきたいと思っています。はい、あとリアル地の祝祭ですね、これはそうですね、久しぶりに、皆さんと一緒に会場の皆さんと一緒にご参加いただく形でやりたいと思っています。はい、懐かしい、だって昔はね、今やお見送り芸人しんいちがこの時は外してブシューとか食らってましたよねリアル地の祝祭ね斉藤 V と一緒にね、はい、楽しみ楽しみですね、うん、はい、はい、続きまして24日の方2日目の方の話をします。はい、はい、24日のゲストはまずこちらの方々です。ユーライザ役の石川由依さん、はい、ドルタム役の市川葵さん、株役の岩田光雄さん、そして、リナーシ役の大西沙織さん、声優陣ですね、はい、それから、俳優の佐野瑞樹さん、はい、あれヒッペペ役声優じゃないですか、ね、まあそうですいや、まあ、前回はそうでしたけど、はいはい、続きまして、このメンバーにも来ていただきます。はい、歴代初心者最初の皆様です。すごい、はい、大集合嬉しい、うん、だいぶ ねいっぱいだいぶ来ていただきます、うん、久しぶりですねこんだけ集まるのね、勢ぞろい、おかんも子供2人、うん、ねえ、うん、ね、みんな結婚やら何やらでね、はい、うん、はい、こちらもとても楽しみにしております、うん、はい、続きまして、V の一族からはって台本に書いてありますけど、まあ、V の一族主演者の方が、ね、斉藤 V さんとマナーティー V さんにもお越しいただきます。あと開発のゲストとしてですね、はい、アートディレクターの中津栄一郎さん、シナリオチーフの成田敦さん、うん、それからテクニカルディレクターの西岡信孝さんとにも出てもらいます、うん、はい、インコさんは舞台とか飾っちゃってるらしい、ね、ちょっとお仕事で、うん、残念ながら残念ながら、うん、はい、そうですね、そうみたい、はい、うん、はい、じゃあ24日2日目の方のステージはこちらになります。はい、まずアストルティアハッピーくじの抽選会を行いますって、あれハッピーくじの話ってまだ出てないんでしたっけ、まだ抽選会ここでそのまでにあとハッピーくじ売りますね、はい、今回の、商品はですね、なんと10億ゴールド、特別に10億ゴールドになってます。お金欲しい、でっか、もう当たった、の民がいっぱい湧いてる、ね、早い
強かった早いからそもそも配ってる、ね、24日ですかね、 ね、うん、はい、続きまして、初心者大使の超同窓会、うん、おー、はい、でもね、うん、あの人数どう裁くのか分かんないですけど、ね、確かに、うん、どんなことになるんだろう、はい、うん、はい、それから幻の海トラシカハイスコア対決というのを、まあ、出演者の中から選抜したメンバーでハイスコア対決を行います、うんうん、トラシカやるって言ってなかったですねあ、この時期にね、あ、そうだ、そういうことか、そういうことか、ここで8種だった、まあ、6… うわ、いいや、やめとこうはい、はい、では続きまして、10周年だよ開発も全員集合ということで、はい、はい、ちょっとこう、はい、こんな形で、ね、今回あのメンバー集まるの結構初めて、うん、公で集まるのは初めてだったりするので、よくあのメンバー、今開発のボスのメンバーでね、よく話すことはしょっちゅう話すんですけど、うん、ボスってリーダー陣ですね、はいはいはい、中津さんとか西岡君とかですよね、そうそうそう、うん、それぞれの、うん、あのメンバーで集まって話すことは社内では結構ありますけど、もうそういえば公式にはやってないなというところで、うん、あ、めっちゃ面白そう、うん、それで話をできればなと思っています、はい、続きまして、アストルティアシータン、これは今年もやります、はい、これは詳細また別々ですかね、で、最後にディレクター呼ばなしとして、ドラゴンクエストオンラインの、中長期の展望についてお話を、これは基本的に安西さんからさせていただきたいと思います、はい、シュイタン楽しみ、楽しみです、うん、ね、私も楽しみ、うん、そうですね、はい、じゃあ、次行きましょうか、会場のご案内をさせてください、はい、こんな絵を用意してみました、また凝ってる、凝ってる、とは言っても分かりづらいかもしれないですけど、こちらが会場マップとなっております、図面の左側が、事前抽選によるステージ観覧の招待席になります、うん、で右側のスタンド席がライブビューイングが観覧できる自由席ですね、あとアリーナ部分が展示エリアになっています、うん、はい、じゃあまず展示エリアの紹介ですね、はい、はい、なんか書いてますね、展示エリアではドラゴンクエスト10オンラインの秘蔵のグラフィックが見えるギャラリー展開を行う予定です、うん、はい、続きまして、キングスライムと一緒に撮影ができるフォトスポットもご用意いたします、お、はい、いいですよね、うんうん、はい、それからですね、ちょっと次のものがあるんですけども、はい、こちらですね、事前抽選での案内になっちゃうんですけども、うん、ドラゴンクエスト10オンラインザライドというものを用意してくれます、何これ、やってみたい、やりたい、ね、これ、ね、4席あるんですけども、うん、アストルティアの世界を体感できるシミュレーターライド、まあ、要はなんていうかこうのあそこに座ってあの風景を見ながら、うん、まあ、映像が動いてですね、なんですかね、G を感じて、その場合ドルボード乗ってるような雰囲気で、なるほど、アストロティアの世界を楽しむような、しかも4人ってちょうどパーティーメンバーの、うん、そうそう、まさにそうです、それでいいね、はい、めっちゃ乗りたい、なんでこうちょっとね、抽選になっちゃうんですけれども、うん、こちらもぜひお楽しみにしていただきたいと思います、うん、はい、はいはい、では続きまして、先ほど紹介した10周年記念グッズなんですけれども、はい、こちらの会場が先行販売になります、グッズの購入とギャラリーにつきましては、自由入場になりますので、まあ、グッズ買うだけだったら自由入場なので、なるほど、はい、お時間がありましたらぜひお立ち寄りください、うん、ですね、またですね、今年はシングル、ペアのどちらかの応募が可能になってまして、ペア応募の希望の方はですね、同行するお友達のキャラクター ID を記入していただく必要がありますので、同行者と相談した上でお申し込みください、うん、で観覧の応募はお一人様一つまで1回限りなので、どちらか1日のお申し込みになりますのでご了承ください、はい、あと先ほどのそのドラゴンクエスト10オンラインザライドに関しては、まあ、ご希望の時間をお申し込みいただく形になります、この時間に乗りたいという希望をいただくことになりますの で、はい、でかつですね、ライドに乗ってる間ステージが見られなくなりますので、ステージプログラムを確認していただいた上でお申し込みください、あ、はい、で
今あのことで言いましたけど、これら実は全てあの番組終了後夏祭りのサイトに掲載予定ですので、ご確認の上ご応募ください。はい、はい、皆さんぜひぜひ、ねえ、うん、ね、自由入場ですから、うん、来てほしいな、うん、ね、ペアチケットかキャラクター ID で申し込めるのがいいですね、うん、結構本名知らないオタク友達とかいるんで本名知らんし住所もまあ都内だろうけどみたいな人がいるので、アイディアわかるみたいな、うん、それだけで大丈夫、うん、はい、ということで、ね、夏祭り情報でした。なんか皆さんね、はい、質問とか聞きたいことありましたらね、うん、全然随時コメントでもね、どうですか皆さん、ね、気になることとかね、うんうん、ってみたい、あでも地方でもやってほしいみたいなコメントありますけど ね、 ね、もう今回でも 2days でね、そうですね、やらせていただくんでね、チャンスはあるかもということで、うんうん、あでもどっちみち入場したいとか、うん、配信はありますか、配信はあります、はい、配信ありますよ、はい、ありますよ、うん、うん、はい、すごいみんな配信来てきて、ね、配信心配をみんなしてる、来てくださいって言ってるところで配信ありますって言いづらいですけど、そうだね、まあでもやっぱリアルなね、はい、イベントの楽しさはやっぱ現地ですから、うんうんうん、久々の現地でね、はい、あと先行販売もありますから ね、うん、ね、グッズのね、そうですね、うん、はい、グッズだけでも皆さんぜひぜひお待ちしております、お願いいたします。はい、以上夏祭り情報コーナーでした、ありがとうございました。はい、お別れの時間が近づいてきてしまいました、うん、最後にお知らせです、お願いします。第3回大富豪決定戦ダークドレアム杯が明日5月25日より開催されます。お大富豪決定戦は大富豪の勝敗に応じてポイントが変動し、最終的なポイントでランキングが決まる期間限定イベントです、うん、声優赤本龍さんのボイス付きダークドレアムトランプ、こちらもらえます。魅力たっぷりの報酬もありますので、ぜひ参加してみてください。この間みんな聞いてもらいましたよ ね、 ね、心に残る名台詞が、はい、たくさんありましたね、はい、はい、詳細は目覚まし冒険者のヒルバーご確認ください、うん、それ続いては超便利ツールからのお知らせです。5月30日より福引きに仕草書道具最適術が新登場します。道具使いの時道具最適術が仕草になりました、ぜひ楽しんでください。はい、こちら道具使い大好きな人いたよね、動画がないんで、うん、ちょっとどんなもんか見たいです ね、 ね、皆さんわかんないですか、道具最適術ちょっと見とこないですか、うん、なんかかっこよかった気がするんだけど、ね、なんかね、こんなんだったっけな、はい、ちょっと見せてもらえますかね、うんうん、お願いします、はい、忠実にこの感じです、首の角度100点です、センター側、いいよセンター側、いいよ、これさ、今日もうタクシーチケットいらないんで走って帰ります、涼んで帰ります、頭を冷やして、すいませんでした、いやいや、いい顔でした、もうちょっとかっこいいと思うんだけどね、うん、はい、皆さんこちら、ね、雰囲気は出てましたよ、そう、はい、はい、そう、道具最適術こちら狙ってみてください、お願いします、はい、時期でショップからのお知らせです、はい、明日5月25日より販売予定の新作アイテムをご紹介します、うん、おしゃれ装備からはノスタルジックな伝統衣装カントリードレスセット、かわいい、ね、これ海の好きそうだね、大好きですこういうの、うん、めっちゃかわいい、はい、そして天聖教フォーリオに置かれていたオブジェが、家具&庭具になりました、うん、天聖教フォーリオン家具庭具セットとお庭を牧場風にできる小屋と動物のセット、楽しい牧場セットご用意いたしました、いっぱい動物いる、牛に豚に羊に、あ、狐もいるね、すごいですね、ひよこもいる、あ、犬もいる、うん、猫もいる、これはノアの箱舟ごっこと船はない集めて、ね、船はない、うん、でもちゃんと羊のコスプレしてるの可愛いよね、けどね、後ろの小屋もスライムの形みたい、あ、本当だね、本当だ、感じ見えますね、クラスが連れてってくれる確かに、はい、こちらも、ね、用意しております。さらに自宅で大富豪が遊べる家具大富豪グリーンテーブル、ご用意いたします、スペードとかハートとかなってましたね、うんうん、はい、セラフィーやラウルなどのキャラクターボイスが楽しめる6種類の大富豪用トランプ新たに登場いたしました、はい、これ豪華、ね、皆さん待望の椿グレイツェルトランプも、ね、ご用意しておりますので、非公式なんで、はい、こちら大きな動画ご用意いたしました、はい、ご覧ください、はい、スライム革命、おー、なんか楽しそうですね、最後スキップ、セクシー、あが
き。え、これ私リスペクトですよね。違います。え、ジューステップ私あれこれで決まり。あら、かわいい。キラキラ縛り、タイブスキップ。ああ、最高。優しい。お先に失礼いたします。あらら、美しい。うん、押して。革命。おお、マジで革命が起きそう。タイムスキップ。あら、あ、出た、椿リクリスペクトが。違います。終わりさ。マリーンじゃねえよ。いいね。ちょっと今ちょっとネタバレっぽいよ、ね、ちょっとジュースかっこいい。あー、かっこいい。ゴーグル上がらせてもらうよ。かっけー。ファイブスキップ。お、私と一緒に参りませんこと。これで上がりね。あからめ。あら、かわいい。おい、え、みんなどれ欲しい。え、姫屋様かな。姫屋様いいよね。やっぱりちょっとなんかいいです。いいよね。日高はどれが。姫屋様です、ごめんなさい。あ、やっぱり姫屋様。大人気。ごめんなさい。公平は。僕はそうです、やっぱラウルね。確かにね、かっこいいよね。うん、皆さんぜひぜひゲットしてください、はい、お願いいたします。はい、以上でイケテショップからのお知らせでした。はい、ありがとうございました。では皆さんから一言ずつ感想いただきたいと思います、うん、じゃあまず海野から。はい、めちゃくちゃ楽しかったです、次会う時はきっと夏祭りかな。なので皆さん夏にかけて暑くなりますが体調に気をつけて。駅からね、会場ちょっと遠いんで、うん、ちょっと10分ぐらい歩くのかな、ね、なので皆様体調に気をつけて、皆様会場でお会いしましょう。楽しかったです。またね。海野、ありがとうございました。そして日高。はい、ありがとうございました。こうやって6期の3人呼んでもらえたのすごい嬉しかったですし、うん、あとあの冒頭で3人揃ってこう、うん、これってどうなの青山さんというコーナーですごい充実した。違うコーナーだ、はい、デキンです。またぜひ読んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。そして後編。はい、そうですね、僕も本当にの6期の3人で来れたっていうのも嬉しいですし、うん、あの夏祭りで実際にこれから何年ぶり、2年ぶり3年ぶりに実際現地で、ね、皆さんにお会いできるっていうのは本当に楽しみです、うん、バトルもめっちゃ楽しかったです、はいはい、これからもね、あの配信とかもちょっとやっていきたいと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、いきますよ。ほう、くるよ。すうわ、ありがとうございました。バイバイファイヤー。ありがとうございます。ちょっとおかしいだろう。ちょっと最後までうちのリーダーを。クモ。ねえ。でもコメントではみんな聞いてくれるね。はいはい、コメントで書いてくれる、ね。はい。集まってに期待します。そうですね。はい。確かに。うん、はい。そして安西先生。はい。今ですね、あの開発のスタッフ総出で 6.2 を頑張って作ってます。次の会には情報コーナーできるんじゃないかなと思ってますので、皆さん楽しみにしていてください。それから夏祭りの方もね、絶賛準備中ですので、シュイタンとか皆さん楽しみにしてください。今日は本当に久しぶりに6期の皆さんとこうやってお話できて元気もらえたんで、うん、この調子で 6期に頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして青山さん。はい、今日はどうもありがとうございました。今年ね10周年ということで、ドラゴンクエスト10もねこれから盛り上がっていきたいので、あ、皆さんも一緒にね盛り上がってまいりましょう。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして竹若さん。はい、今日はね、3人と一緒にルメランギスを倒しに行きまして、うん、で、オートマッチングでね、4名の方も一緒に8人で倒して、で、まあ、倒せたっていうことで、うん、で、まあ、そこの戦いのフィールド、檻ですね、うん、あそこの檻で、こう、みんなでこう、ワイワイね、戦い終わった後、みんなでこうね、検討し合うのかなと思ったら、僕たち4人だけが残ってですね、一緒にマッチングした4人の人はどん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 消えていった。それは映ってなかったんですけども、それは僕が見えてしまってて、さっきの戦い何だったんだって思う。ちょっと寂しい瞬間でした、ね、ちょっと寂しいけどね。はい、でもまたこういう戦いがあると思いますので、ご参加いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そして小牧もお願いします。はい、私もですね、ドラクエコラムの方、ブージャンプのオンラインので書かせていただいておりますので、こちらもチェックしてください。まあ、でも今日はね、なんかすごくいろんな情報盛りだくさんで、うん、10周年の盛り上がりもそうだし、次の10年っていう単語を聞けただけですごくエモいというかね、うん、はい、ワクワクしますよね、うん、はい、6.2 そして夏祭りも10周年
と一緒に、ね、楽しんでいきたいと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。グレイテルトランス買ってね。はい、まだ言ってる、まだ言ってる、コメントはね、はい、違います。はい、本日は最後まで皆さん本当ご覧いただきありがとうございました、はい、また次回の超ディギュテン TV でお会いしましょう。夏祭りも楽しみにお待ちください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。